ほう、では始まりました。さあ、いよいよやってきました。英単語講座ですね。そうです。英単語を覚えていくっていう講座になるんですが、英単語をね、覚えるにはコツがあるんですよ。 このコツっていうのをしっかり覚えていってもらうっていうのがこの講座の目的になります。そうですね。まあ昔ね、学校で教えてた時とかね、あったんですけど、その時にね、生徒がね、よくね、言ってきたんですよ、ね。先生、英語が覚えないんですよ。どうしたらいいんですか助けてください。って言ってね。えー、そんなこと言われても、僕はまあ非常勤講師だから、授業が終わる時までいないわけですよ。授業終わったら帰っちゃう。えー、そんなこと言ってて、俺もう終わったらもう帰っちゃうんだけど、って。いや、私、授業あるんです。最後のところまで。 あるんんで待っってててくだださいって言われてそうなんだ何もうその時間しか無理なわけそうなんですよ無理なんですよって言ってねえ語、ー、源語限定なのさあということで5源講座やってみたいと思います さあ、やっていきましょう。英単語語源講座になりますね。まあ、語源っていうものね、興味ある人と、何それっていう人いると思うんですけど、語源っていうのはですね、非常に役立つんですよ。単語を覚えていくときにね、辛いよ、辛いよ、やだよ、やだよ、つまんないよっていう人が多いと思うんですけど、語源っていうのを知っていくとですね、あ、楽しいって思えるし、あ、 こういう風に単語ってできてるんだ。あ、この単語とこの単語仲間なんだっていうのが分かってて、どん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 単語が増えていくってですね。なんで僕はすごく英語は苦手だったんですけど、大学入ってからこの語源っていうものにですね、目覚めてできるようになったんですよ、英語が。やっぱね、英語はやっぱ単語を知らないといけないじゃないですか。 まあ、例えばですね、日本語で考えてみましょう。語源っていう日本語。まあ皆さんは知ってますし、見ただけでもすぐわかるじゃないですか。ははは、言語の語。あ、言、源だっていうふうになると思うんですけど、外国人の方々もね、この漢字ね、勉強するときに、私たちにとってはすごく簡単なものかもしれないですけど、漢字を持たない国の人たちからすると、これめちゃくちゃ大変なんですよ。どんだけ画数あるんだっていうふうになるわけですね。で、そういう時に、ちゃんと、ああ、ここに理由があるだとかっていうふうに覚えるんですよ。 あ、これ我だっていうふうにね、我言うとかっていうふうになって、あと、あ、口が入ってるから、あ、これきっと喋るに関係するものだなっていうふうに分かったりしていくわけですね。だから言うとか語、口っていうふうに部分に分けてですね、実は覚えていくとすごく多いんですよ。だからこの弦とかっていうのも、あ、これ水を表すやつだなって、弦って言ったら元だなっていうのは分かるじゃないですか、私たちにもね。で、こいつももともとはここの、ね、やつってこれなんですよ。 湖なんでこの水が出てくるとこっていうことなんですねあここに水が入ってるなとかっていうので覚えてったりするわけですねそうまあここだけちょっと形変わっちゃってますけどこうやって外国の人たちも覚えていくように同じように私たちもですね英語を外国語としてアルファベット使わない国の人たちからするとこうやって覚えると覚えやすくなるわけですでちなみに語源って英語で何て言うかしてますかはい、ではそれを見てみましょう「語源」の語源です 実は、エティモロジーっていう風にですね、なんとかオロジーっていうのがいっぱいあると思うんですけど、どうですか他にもなんとかオロジーみたいな、ロジーみたいなつくやつって知らないですかそう、なんとかの学問っていうやつなんですけど、エティモっていうのはその語源ですね。語源の研究する学問ですよっていうので、エティモロジーっていうんですね。他にも知ってないですかいろいろ、あ,あ、そうですね。多分、多くの人が浮かんだのは、はい、バイオロジーなんていうのが浮かんだりとか、他はどうですかそう、サイカロジーなんていうのもね、 きっと、浮かんだ人多いんじゃないかなと思うんですね。バイオっていうのは、そう、生物ですよね。バイオハザードとかね、端っこに行くと動きがおかしくなるあのゲームとかね、っていうのであったりとかするので、知ってると思います。そうです。だから生物について学ぶ生物が。サイコロジーって言ったら、 そう、心理学じゃないですか。だから、あ、これ、心について学ぶものなんだなっていうのが分かったりするわけですよ。ね、だから、最高って言ったっていろいろ使うじゃか日本でも最高な人とかね。ね、あ、最高な人じゃないですよ。そう,そう、サイコパスとかって言いますね。パスがその病気とかとね、実は関わってるんですけど、そういったのと、あ、繋がるなっていうふうに、どん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 増やしていくことができるわけですよ。そう。だから、ここが分けられるんだってことに気づいていくと、だん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 、あ、この単語も仲間なんだとか、あ、この単語とこの単語繋がるんだって言って分かっていくってことがすごく多くなるわけですね。 じゃあ今度はこのバイオロジーですね。バイオ側に注目していきたいと思うんですね。バイオってつくやつ他に何か知ってますえー、まあ大学入試とかで出てくる単語だったとしたら、バイオグラフィーなんていうのが非常に有名な単語になりますね。で、このグラフィーっていうのがあるじゃないですか、ここに。生物となんかここにくっついてるなってわかるけど、グラフィーってなんか似た単語を知らないですかはいはい、そうですね。グラフとか、 グラフィックなんていうのがありますよね。そう、こいつらが仲間になるんですけど、実はこれ書くっていう意味でね、ここが書くだから、で、生物、バイオなんですけど、つまりまあ、生き様ですよ。生きてるものを書くから、だからバイオグラフィー。バイオグラフィーっていうのは出てくることありますから、ちゃんと知っとかなきゃいけない単語ですね。このバイオですね、意外ともっともっとすごいんですよ。皆さんが思ってるよりも、いろんな単語と繋がるわけです。 実はですね、英語の多くのものっていうのがですね、ギリシャ語とかラテン語っていうものから来てたりするわけですね。で、他にもゲルマンですね、もともとジャーマンですね。はい、ドイツのやつから来てるのが英語の元なんですけども、そこにギリシャの言葉とかラテン語の言葉がいっぱい入ってきたのが英語なんですよ。で、ギリシャでこのバイオとかビオってなるものとは、ラテン語系では VI になるんですね。 ってね。まあ私たちほら日本人にとってもブッとブッっていうのは似た音じゃないですか。やっぱりね、似てんでしょ唇両方とも使う音ですからね。で、ラテン語系ではこのビっていうのが出てくるものがすごく多いんですけど、これが実は繋がるとよくわかる。例えば、バイトなんていうのですね。これ入試問題よく出てきたりするわけじゃないですか。欠かせないとかっていうのでね。そう、これ生きるのに欠かせないとか、生きる活力とかっていう時に出てくるわけですよ。そうすると、実は日本語になってるの気づかないですかこれね。 ね、だってこれほら似てるじゃないですかめちゃめちゃ似てる単語知ってますよねそうバイタリティって言うじゃないですかほ、ね、らバイタリティって言いますよねあバイタリティってこっから来てん、ね、だ生きるっていうのから来てるんだなっていうのがわかるし他にも普段使ってる単語知らないですかバイタメンって言ったりしますよねバイタメンってこっから来てたんですよ生きるのに 必要なんですよ。うん、これをね、まあ、発揮した人というか、が、ンっていうものからできているというふうに思ってたから。 バイタメンっていう風に、ね、なってるんですけど生きるのに必要な網だと思ってて。で、イギリスだとちなみにベタメンって言いますね。アメリカだとバイタメンって言いますね。だから結構ね、アメリカ英語を勉強してる人、いいかよ、ビタミンじゃなくて、バイタミンだとか言ってね、ぐーッと知識を見せびらかす人がいるんですけど、実はベタメンでも構いません。イギリスのコマーシャルとか見てると結構、ビタミンって言いますかね。はい。っていうのが、そう、実は知ってる単語に出てるんですよ。そう,そういうことなんです。知ってる単語と知らない単語を くっつけるっていうのが、実は、コツになるわけですね。そう。だから、例えば、知らないものと知ってるものが繋がった時に、人の記憶は強くなるんですよ。で、こういうのが楽しかったんです自分自身は辞書を引いて,て、で、あ,あ、これとこれも同じなの意外、びっくりみたいなのが出てきて楽しくなっていったわけですよ。例えば、これなんて、さっき言って言っラテン系ですけど、ゲルマン系の言葉も、こいつと仲間があるんですよ。で、これは別に、あの、単なる豆知識ですから、重要ってわけじゃないんですけど、なんていう単語だと思います多分わかんないと思うんですかこのバイタオってね。 この単語と同じなんですよ。へえみたいな。なんで早いと。生き生きした。そう。だからこれ元々はですね、生命力溢れる、活力溢れるとかっていう意味が実はあったんですよ。妊娠したっていう意味もありましたからね、昔の英語では。はい。ね。すぐに妊娠しちゃったのみたいな。はい。はい。やめましょう。で、クイックが、ね、そんな意味を持ってたりするわけなんですよね。そこから、活力がある。わーっていう感じから、ね、素早いっていう意味に変わったんですけど。そう。だから今はまあ、これ、覚えてもしょうがないですけど、つながり。 で、こういうのを調べていって、あ、面白いな、面白いなって、私は思っていったわけですよ、大学の時にね。で、さらには、このほら、ベベットね、生き生きしたとかって言われるじゃないですか。そうなんですよ。生き生きしたって訳されるのは、そういう意味なんですよ。ってことは、ほら、浮かぶじゃないですか、皆さんが知ってる、このビ,ビビみたいなついてるやつで、生きるって単語、知ってますねそうです。サバイブって言いますね。そう、サは超えるって言いですね、何かを。で、バイブが生きる。 なんで、超えていきます。 いうことですね何か困難があって、それを超えていきます。だから、生き残るだっていうふうにわかるわけですし、まあ、偶然ほら、リブと似てますね。似てるので、覚えやすいじゃないですか。これの、はい、名詞形はそうですね。サバイバルって言うじゃないですか。サバイバルゲームとか、サバゲーとかってね、言いますね。私知らなかったですか、サバゲーなんて聞いてね。え、なんで食べるあのサバが、どういうふうにゲームになってるのとかってね、思いましたけどね、サバ食べて、ウェーみたいな、サバゲーみたいな。はい、やめましょう。<laughs> サバイバル、感、は、じ、い、ですね。超えて生きるっていうので、あ、サバイバル で、さらには、AL っていうのが実は名詞を作ることもあるんだなっていうのが実はこれを見るだけでわかるわけですよ、ね。AL って聞くと、あなんか形容詞のやつにくっつくんだって覚えてる人すごく多いんですけど、実は名詞のものもいっぱいあるんですだからまあ入試で問われたりするわけですね。で、さあは超える、超えて生きるだって。でじゃあ、生き返るってなんて言いますかそう。Revive って言うんですよ。v e はまた。 っていう意味ですねまあいっぱいあります return 戻るとかですね reply 応答する返答するとかたくさんの単語に出てきますねでこいつのじゃあ名詞形生き返るを名詞形にしてみましょうって言ったらそう r e v i v a って言いますねこうやって様々なものと つながることができるわけですよ。復活するんだなって、またそれが、こう人気がボンと出てくるとか、リバイバルとかってね、日本でも言ったりするわけですよ。そういうことなんです。わかりましたね。という感じで、様々な知識を一緒にくっつけていくことによって、覚えられるっていうのが、たくさんあるわけですね。ということで、これが私のリバイバルでした。はい。という感じでやっていきますので、この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 そうだよ、始まりました。さあ、語源講座の第2項になりますね。まあ、これ撮ってるのがね、3月のね、半ばぐらいなんですけども、まあ、大学にね、合格した、みたいなね、いろいろメッセージも来たりしてるんですけど、まあ、自分自身ね、大学でも教えてたことが多かったんですけど、楽しかったです。まあ、レベルはね、高くない大学なんですけど、その分、学ぶことがすごく多かったんですけどね、トイック授業でね、すごく印象に残ってるのがあってね、この文があったんですよ。 ななんか服かなんかかかだったと思うんですよ、ね「This one is the same size」っていうのがねこうあったんですけどで皆さん意味わかりますよね知ってると思うんですけど、はい、これどういう意味って言ったら「えー、っとこの1はサメサイズです」って言ったんですよね。どんなサイズなのみたいなねそね。びっくりしたんですけど、まあ、まあまあ当然ねこの「1」って言って「1」じゃなくて代名詞のやつですね。でこれ「あのサメ」って読むんじゃなくて「これセイム」って読むんだよって言って「えっ、ー、そうなの?」って言われたんですけど「あっ!」 確かにでもこのね1とかね同じってね実はつながるっていうのをねその時思ったんですよね。なんで今回はですねこのサメの語源セイムの語源に迫ってみたいと思います。 はい。ではね、やっていきたいと思うんですけこのね、same ってね、そう、同じっていう意味じゃないですか。で、same、um、ね、そうそう、いくつかのとかね、seam とかね、なんとかのように思えるとかってさ、習ってると思うんですけど、実はこいつらですね、同じ仲間だったんですよね。そう、全部ですね、同じだよ、一つだよっていうのから来てたんですよ。まあ、sam、um、はね、今の英語では複数のものをね、表すときに使ったりするんですけど、sam、um、にもでもあるとかっていう意味あるじゃないですか。ある一つのみたいなね、意味があったりするんですけど、だから seam っていうのも一致してるってね、なんとかの、 よようだよこれとこれ同じようだよみたいなね形で使ったりすることができるわけですよだからこれ全部使って言うことできますね「サムスインダセイなんていうふうにいくつかは同じみたいだとかっていうふうに実は言ったりすることができたりするんですよでまあセイムね使う時は気をつけてください基本的にはこのね「だ」つけて使うことが多いよっていうのは頭の中に入れておくことをおすすめしますでこれがまあゲルマン系の単語なんですねゲルマン系ってこのやりましたねドイツ系の単語なんですけどギリシャ系になると何なのか知ってます これはホモになるわけですねまああんまりね使えるところはあんまあないんですけどホモセクシャルぐらいですねそのセクシャルが1個だからホモセクシャルとかっていう風になるんですけどだからゲルマンとかギリシャはあんまり使えるものがないんですがこいつがですねラテン系のものだといろんな単語と実はつながってるってことが分かったりしますこのねサメさんのちゃんとスペル覚えといてくださいね 似ているっていう動詞浮かびますかはい、似ているっていう動詞は resemble って言いますね。で、これ見ると入ってるんですこれ似ているやつが。そう、ここに入ってるってことに気づくんですね。で、さらにはこれと似ているスペルのやつ覚えてないですか組み立てるってやつ。そう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 。assemble なんていうのもやりますよね。ほら、これもここに入ってるんですよ、同じ いうのがね組み立てるっていうのはいろいろバラバラになってたものを同じ一つのものにするってことでしょ。そうだかららこいつ,らつながって てるんで,すよで「resemble」っていうのはとにかくよく出題されるのでちゃんと覚えとかなきゃいけないですね大学入試は例えば「Jen resembles her mother」なんていうふうに言ったりするんですけどこのね「使い方ってどういうふうに出題されるの?」って言ったら日本語だと「にている」ているってつくからですね進行形にしたくなっちゃうんですよ「Jen is resembling」とかっていうふうにしたくなっちゃうんですけど駄目それできませんまあ、状態同士とかってね習ってる人も多いと思うんですけど進行形にできないよっていうのが出題されたりします であとは「なんとかに似ている」だからっていうので「 resembles to っていうですね。全知識を入れたくなっちゃう人がすごく多いので、だから気をつけてください。入れちゃダメです。そのまま、j a n resembles her mother っていう風に、まあ多動詞とかって言われるやつですけど、名詞をそのまま置くんだっていうのをちゃんと頭にぶち込んでおいてください。あとは、受動体にできないよ。ね。her mother is resembled by j a n j a n によって似られているとかですね。普通、まあ目的語ってより svo っていうやつですけど、その形を取ってるやつっていうのは、受動体にできるって習うんですけど、 こうやつ重導体できませんのでお,お気をつけくださいこんなところが狙われたりしますでアッセンボの方ですねアッセンボの方は組み立てるってやつなんですがこういうふうに I Assemble d a Machine みたいな形ではいマシーン組み立てましたっていうやつだけじゃなくて People are Assembling in the Park みたいな形で集まってるよなんていう意味もありますからねこっちも覚えておかなきゃいけません同じパークっていうところにこう集まってるんだよそうだから集まるとか集めるって意味でも出てくるので気をつけてくださいこれ名詞形なんですかアッセンボって そう、そうそう、アッセンブリーって言いますね。だからこれも厄介なさを ly で終わるやつって普通何詞って送ってます。そう、副詞じゃないですか？でもこいつ副詞じゃなくて名詞なんですよ。だから非常に厄介なんですね。組み立てること、アッセンブリーって言ったりしますね。アッセンブリーラインね。この組み立てラインですね。とかって言ったりするし、集会とか集まってることもアッセンブリーっていうのはそういうことだったんですね。ほらね、繋がりましたね。それからバラバラに覚えるんじゃなくて繋げていくってことを常に意識しながらやっててくださいね。 じゃあこうなんですね似ているってさっき動詞でやりましたけど似ているって言われた場合にあなたが一番最初に浮かぶ単語はこれじゃないことが多いですね。そう形容詞で似てているって言っ言たら何ですかそうですね似ているって言って浮かぶのこれは普通そう i l a r じゃないですか形容詞ですから、ね、気をつけてください。resemble っていうのは動詞なんですけど similar は形容詞ですのでお気をつけてください。ここにもやっぱり 入ってます、ね、でこれ知ってるとですねさらにいろんな単語とつなげることができるんですよ。「SM」が入ってるやつっていうのは「SM」っていうのは似てるとか「同じ」っていうのに使われるほらどうです,ですか「シミュレーション」とか聞いたことないですかあれってこれの名刺系ですね。 あそういうことかシミュレーションっていうのは同じのをやっておく似たようなのを最初にやっておくことなんだっていうのがこれで分かったでしょでアクセントについてねちょっと言っておくと ATE って出てくる場合ですね2個前の母音のところにアクセントが来ますからだから s i m u l a ョンですね。 それに対してこの後ろに ion くっつくと名詞に変わりますけどスミレっていう時は iON の1個前の母音にアクセントきますからこれ知ってるだけでもだいぶいろんなものを読めるようになりますからこれは是非覚えておいてくださいそうかこれも似てるでつながるんだなっていうのが分かるわけですよさらには、はい、レベルの高い単語になって i シミュレートなんていうのがありますね同化するとかって覚えてる人多いと思うんですけどそうですねこれもほら ここに入ってますねシミラーとシミラーな単語じゃないですか似てますよねえ、難しい使い方がわからないはい、わかりました こんな感じで使えますね。The immigrants assimilated themselves to the new culture っていう形で、こんな風に使ったりします、ね。あ、エミグランツ知ってますかそうそう、移民ですね。移民っていうのが、自分たちをその新しい文化に合わせる、同化させるというか、合わせるんだとかっていう時に使います。この to と相性がいいですね。まあ合わせる系はね、adjust とかね、adjust A to B とか、adapt A to B とか、こういう風うに使ったりするわけですね。そう、だから assimilate っていう単語は知ってる人は結構多いんですよ。単語帳とか見てて。でも、この形で使うですね。assimilate one セルフ何々とかっていうのは知らないっていう人が結構多いですね。これハイレベルな知識になりますね。使い方ってやっぱ大事なんですよ。でもさっきの「similar」って言って「resemble」と似てんだよっていうふうに言ったんだけどちゃんと「similar」でさっきの文ですね。ジェンヌ・セミラー・ o t h マ r とかっていうふうに作れたりしない人がかなり多いですね。こいつもちゃんと を取るとかっていうね知らない人結構多いです。英作文とか見てると、ジェニス・シミラー・ハー・マダーとかね、ジェン・シミラー・ハー・マダーとかって普通に出てきますから、からきちんとこういったね、特に英作文とかある人は使い方のところまで知っていきましょうね。じゃないと使えるようにならないですからね。えー、せっかくなんで、まあ、このね、イミグランツ出てきたんで、こうやつも説明しておきましょう。こいつは、マイグレートっていう単語から来てますね。マイグレートって知ってますよ。そう移住するっていう意味ですね。移住のっていうのが、マイグラント。 っていう形容詞だったりとかアントでね人を表したりすることもあるのでこれ移住する人のことですねマイグラントっていうわけですで中にインですね中に入ってくるやつがエミグランじゃあ外に行くのはエミグラントっていうふうに言いますねインはそうここねこう後ろに M が来てるので変わってるんですけど M に。 In あの、in の中と同じです。中に入ってくる人たちだから、イミグラント。で相当に行く。e は外を表します。e とか ex っていうのは外を表すので、外に出てくる人たちをエミグラントって言いますね。日本語だとね、区別するものはないですね。両方とも移民っていうんですけど、英語では区別する単語が実はあったりします。だから、中に入っていくのイミグレイトですね。外に出ていくのエミグレイトっていうわけですね。え、ちなみにじゃあこのイミグラントとエミグ g ントですね。そうなんだ。じゃあ、ネイティブはそういうふうに意識してるんだってね。意識してない人がほとんどだと思いますよ。エミグラントがほとんど見ることないと思うんですね。 タッポだけよく使ってますイミグランとはよく使うけどエミグランとはあんまり使うことないですねあ、絶対使わないって意味じゃないですよ日常生活であんまりネイティブたち見かけないってことですで移住をするのは人間だけじゃないですよね様々な生物が場所を移ったりするじゃないですかそういますよねそそうそう,そう鳥とか行きますねだからそこでマイグラトリーなんていうのが出てきますねマイグラトリーバーツなんていうのが出てきたりしますこういうね仲間もつなげて覚えれば楽勝じゃないですか マイガー・トゥーリーなんてトフルでも非常に重要な単語になるわけなんですけどこういうのをバラバラに覚えるの絶対もったいないですね必ずつなげて覚えていくっていうのが大事になるわけですよで話を戻してですね「サイモルティニアス」なんていう単語どうですか聞いたことあります、ね、これ同時のっていう意味ですねここにもやっぱりほらいますね同じっていうのがありますよね同時通訳の一番有名な学校がサイマル・アカデミーですからね日本でもね、はい、だからああこれ偶然じゃないですねほらシミだって ね、似てるじゃないですか実はまあこの「おん同じ」っていうのと「インスタンティニアス」ですねこれも即座のこれインスタント」が入ってるじゃないですかでこれと「同じ」っていうのが合体してできた単語ですねそう英語って実はこの単語とこの単語と合体して一個の単語になったっていうのがあったりするわけですよ。こいつと合体したんですね。ガッと同じ時間 っってていいううのののででで同時がきた単語ですね、まあ、ありますよジャイガンティックとイノーマス巨大なっていうのを合体してジャイノーマスとかね新しい単語って生まれてきてるわけですよ。サイモンティニアスリーなんていうのが使われてるし非常に硬い表現ですよ。例えば「The two events happened simultaneously」とかね2つの出来事っていうのは同時に起きました。 まあ、あった same time とかって言えばいいんですけど、ね、そうこういうふうに喋ったことがあるんですよ、自分がね。そしたらネイティブに、お、oh, う、simultaneously とかね good word って、ね、言われたことがあるので、oh, いい単語知ってんねみたいに、ね、言われたことがあるので、ぜひ皆さんも、ね、使ってみてください。ね、では他にもね sim っていうのが同じとか似てるっていうのを表すんだなっていうのを知っておくといろんなものが分かってきますので、だから1っていうのともね、えつながったりすること結構あるんですよ。先方とかね。 単純なっていうのとか「千号」とかね「一個の」とかっていうのとつながったりすることもあったりするわけですね。で次回はこいつらです。戦法とか戦後ってこやつらの語源に 迫ってみたいと思いますね。<laughs> はい、ということですね。気づいてました。そうなんです。で、自分自身はこれに気づいていったんですよ。勝手に <laughs> で勝手にってどういうことか？って言ったらいろんな単語を引いてってその辞書に載ってたんで、これとこれが仲間ですよっていうのが載ってて、あこれとこれが同じなんだ？だ っていうのに気づいていって、あ、そういうことか。だから、これね、意味も似てるんだっていうことに気づいていったわけです。そうでした。からこの同じとか、似ているってことにね。気がついていくってことは、大事なことなんですよ。そうすることによって。いろんなものを覚えやすく、そして忘れにくくしていくことができるんですね。はい、この動画良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ますさあ、始まりました。 語源講座ですねいやー今回からですねまあいろいろとね来てたんで電子黒板の方が見えない見えないと光が反射してあれ光が反射してるわけじゃなかったんですけどこの部屋自体がちょっとね暗かったので明るさ上げたらこう反射してるように見えちゃったっていうわけです、ね、あれ模様だったんですけど試行錯誤しましてねパソコン買ったりとかペンプラスっていうですねソフトをいただきました本当にありがとうございますもう頭が上がりません私。ということで今回は頭に関する語源をやってみたいと思います。 はい。それではね、やってみたいと思いますが、そうですね。頭って言ったらもう皆さんご存知の単語だと思うんですが、そう。head って言いますよね。その head から派生していって、どん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 様々な新しい単語を学んでいきましょう。さあ、head なんですけども、動詞で使うとき、どんな意味になりますそうそうそう。まあ、いろんな意味があると思いますけど、頭になるわけでリードするみたいなね、引いていくみたいなのもあれば、そっち側に頭を向ける、そっち側に向かうんだよ、なんていうのでも使うっていうのは知ってますね。 So, we're heading to Tokyo みたいな感じでね、東京に向かってますなんていう時にも使えるわけですよ。ね、この to っていうのが、まあ、こっち向きの矢印で、こっち側に向かうんだよなんていうふうに使ってたりとか、まあ、r で言うこともできますね。We're heading for Tokyo なんていうふうに東京側に向かってるなんていうふうに言うこともできますね。このヘッド覚えておいてくださいね。これ狙われちゃったりするのでで。 他にも、アヘッドなんていうね、表現がありますよね。まあ、僕が留学してくれてた時留学してくれて、おかしい僕がね、留学してた時に、いつも、ルームメイトのウォルソンはですね、何か、僕はね、これ食べていいとか、これ使っていい ?can I eat this? とかね、can I use this? とかっていう時に、いつも、go ahead! ってね、はい、いいよ、やんなさいよ、みたいな感じで言ってくれたんで、まあ、しょっちゅう使ってた表現ですね。で、まあ、これが、よく使う、まあ、ゲルマン系の言葉なんですが、 ここで終わっちゃつまらないですね、うん。そう。実は、ラテン系に行きますと、キャップとですね、つながるんですよ。キャップとヘッドが同じだったって知ってましたベースボールキャップとかって言うじゃないですか。あれ、同じなんですよ。で、ただ、キャップにはですね、意外な意味っていうのがまたあったりして、これ知ってますキャップって。実は、キャップにはですね、サラリーキャップっていう時どういう意味だと思いますこれ。 どういういこと帽子のキャップとかペンのキャップとかは知ってるけどサラリーキャップって言ったらえー、何これ実はですね限界の意味なんですねここまで来てここがもう頭だよまあ日本語でも頭打ちとかって言ったりすると思いますがそうだからこれ給料の限界点だよここがっていう時とかに実はキャップって使えるんですよ。でまあキャップが出てくればそうですね浮かびますよね。 そう、キャプテンですね。キャプテンっていうのもチームの頭なわけじゃないですか。だから、キャプテンっていうんですよ、ね。これ、つながるでしょ知ってる単語とつなげてってください。えー、さらには、キャピタル、ね首都なんていう時もね、使ったりしますよね。その国の頭なわけですよ。で、キャピタルには、その財産っていう意味もあって、意外とその財産っていう単語はですね、これと同じだって知らない人が多いですね。キャロー キャローってわかるんですそう牛とかねあの家畜のやつですけどこれが実は牛さんたちが財産だったからっていう意味になってるんですけどどうですかキャローってすごい出てくるの知らないですかこれ難関大学だと間違い探し問題によく問われるんですけど「えなんで?」って言ったら「使い方ですねあ」とか「S」をつけちゃダメだよっていうので。 出てくくるがありますすので、でご注意くださいですね。基本的には複数扱いなんでキャローアーっててていいい。うので覚えておいてくださいあとよく問われるのは「ポリ c ス」ですね「ポリース・ r ー」とかっていうので出てきたりするので知っておきましょうでさらにはですねこんな単語も「仲間です。Chapter なんていうのがありますねそうその章の区切りじゃないですかちっこい頭の区切りっていうところから「チャプター」なんていうのも実は「仲間」だったわけですねラテン系のものはいっぱいあるんですよ さらには、知ってますね。シェフって言いますね。料理長、長じゃないですか。頭なんですよ。ね、チーフ、はい、使いますね。日本でもチーフマニジャーとかね。なんとかのチーフですとかっていうふうに使ったりするのは、実はここから来てるわけですよ。みんな頭だったんですよ。でさらににはそこに 到達する。頭のところに達するんだっていうので、まあ、このアっていうのはですね、to に当たるものなんですね。ラテン語の、まあフランス語とかでもそうですけど、だから頭のところに達するんだっていうことから、達成するとかっていうふうに言うわけですアチーブってね。そうだ、アチーブダゴー。ゴールを達成する。目標を達成するなんていうふうに言うわけですけど、このアチーブの言い換えわかりますこれよく問われるやつですけど、アチーブを言い換えると何ですかうん。 そうアカンプレッシュなんていうことができですね。アカンプレッシュタゴールなんていうことができると思います。で、これですね。チームさん、頭がいて、じゃあ、アカンプレッシュのここ何、何ってなるわけですよ。これは実は、満たすっていうキャラクターなんですね。頭をやったんですけど、どうせこれだけじゃまだ足りないでしょ皆さん満たされてないと思いますから、次は満たすの語源をやっていきたいと思いますね。はい。 そうですこうやつと似てるでしょほら complete っていうね完了するっていうのはもう全部はい満たしましたよっていう意味なんですよこの plete っていうここですここが満たすって感じですで com っていうとですねこれ2つ一緒って っていうねそういう意味で覚えてる人多いと思うんですけど、それだけじゃなくて、完全にっていう意味がコムにはありますね。だから、完全に満たすっていうところから、終わり、完了させるだよっていう風になるわけですね。だから、complete a task って言えば、もうタスクを全部終わらせましたっていう風になるわけですよ。で、さらに、そう、comply ですね。最近よく入試問題でも出てきます。難関大学でも出題されるこの単語です。前回のね、とこで Ply っていうのをやったと思うんですよ。で、Ply は all でしたね。 そう。だから、こいつもオルなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですが、実は語源は違ってですね、こいつらと同じです。これ、満たすの方なんですね。だから、満たすだから、comply with the rule.with とね、よく出題されますんで、ちゃんと comply with で覚えておいてください。なんで、これ、ルールをちゃんと満たしてやってるよっていう意味なんですね。こうしなさいよって言われたものを満たしてあげてますよっていうとこから comply with。で、名詞形は知ってるでしょもうめちゃくちゃ有名じゃないですか。もう最近めちゃめちゃ言われますね。 そう、コンプライアンスって実はこうだったんですね。法令遵守とかってね、言われてますけど、ルールに従ってるよってことですね。まあ、ルールがありすぎちゃってもね、面白くないっていうのはね、あったりするんですけど、実はこんな風に繋がっていくんですね。そう、みんなが聞いたことある、コンプリート、聞いたことある、コンプライアンス、聞いたことあるってなるんですが、そう、だからコンプリートなんていうのは、形容詞の場合ね、完全なとかっていうので、トイックなんかではよく問われますよ。動詞側も形容詞側も問われますので、注意しておいてください。まあ、トイックやってる人とかだったらね、あ、まだあの話出てくんじゃないの って思ってると思いますがはい出てきますちょっと待ってですね他にもサプライなんていうねこれもプライついてておるかなと思いきや実は満たす側なんですよ供給してあげるわけじゃないですか そうだから満たしてあげるっていうとこから来てるわけですよ。で使い方ね出てくることあるんでちゃんとしておきましょうね。使い方まで覚えおかないと使えないですからね。supply employees with tools with っていう形でサプライ人 with 物って覚えてる人いると思うんですけどこういうふうに例文覚えておきましょうね。人に何かを与えるっていうわけですけど、まあ、ここだったら道具ですね働いてる人たちに道具を与えるなんていうふうに使うことができるわけですよ。 で、これが出てくると、多分また皆さんの知ってる単語と繋がんないですかそう。サプリメントなんていうのと繋がりますよね。サプリメントってほら、スペルめちゃめちゃ似てますね。さっきのコンプリートなんかと同じですね。ほら、プリ。 よね、こういうふうに、あそっか、これも足りないものを補っている、満たしているものなんだなっていうのが分かりますよね。で、えさらには、はい、レベルの高い単語に行きましょう。implement ですね。まあ、これトイックだったらしょっちゅう出てくるし、難関大学でも正解になってきますので、非常にレベルの高い単語なんですが、知ってますかこれ そう。これですね。試行するとかねえ。実際にそれをやるっていう。まあ自分自身、トフルとかのライティングでしょっちゅう使う表現なんですが、レベルが高いですよね。はい。こういうふうに使ってですね。implement a new policy ですね。新しい会社の方針とか。大学入試とかだと、これ政策って覚える人が多いですけど、会社もポリシーでやりますからね。その場合、まあトイックだとこれルールの言い換えになりますから。で、新しいルールを思行する。新しい会社の方針を思行するんだっていうふうにね、言ったりするわけです。そう。だこいつらも仲間だっていうのを知っといてください。 さらには、そうよく知ってる単語じゃないですか。plenty って言いますね。ここにもあるじゃないですか。そうなんですよ。たくさんっていうキャラクターですね。非常に使いやすい plenty of people。はい。後ろに複数のものを置くことができるし plenty of information っていう形で不さんのものを使うこともできますよね。で、これがさらにですね。またゲルマン県に行くとどうなるかっていうと、実は full とつながるんですね。いっぱい。 っていうのね満たすっていうのはつながるそう P と F は兄弟であるとかいとこであるみたいなのはこれからたくさん出てきます実はこれとつながるんですよ「そう <Full S 1> いっぱい」っていうねこれ見たす系なんですけど動詞は「せよですね意外とこれがスペルめちゃめちゃ似てるのにつながってるって知らない人が多いので気をつけてくださいで fill の使い方もね、知っといてください。fill the cup with water みたいな形で、まあ ,be full of とか ,be filled with っていうふうに覚えてる人は多いと思うんですけど、もともとはこうですね、カップをウォーターでっていう、そう fill は with と相性がいいんですよ。さっきのね、supply も同じような形取ってましたよ、ね。こういうので覚えてください。で、そう、実はすごい繋がってるってわかることあるんですけど、トイック受けてる人だったらすごい有名なんですけど、用紙に記入するって何て言います fill を使って言うと、fill out the form って言いますね超重要言い換えが「コンプリート」ですよね「フィ o r m c フォーム」「コンプリ h e フォーム」って言うんですけど両方ともこれ仲間だったんですね。 コンプリートが記入すすするるっっってて覚えらられないででで終わらせんんだと思っちゃうんですって言うんですけど実はこうやってつなげて覚えとくと覚えやすいです。フィルアウトですね。記入するよって。まあ一個一個のね、空所に入れていくんだったら、フィルインダーブランクとかね、言ったりもしますね。まあこれちょっとイギリス英語とアメリカ英語で変わっちゃったりもするんですけど、はい、こんな表現を覚えておくのも重要です。これでほら、つながりましたね。ねフィルとコンプリート。これでまた知ってるもの、こうね、つながったから覚えやすく忘れにくくなってるはずですから、こういうふうにやっててください。さらには、そう、フォーとフ合体させて、 なんていうふうに言これも「fulfill the needs」とかね「needs、はい、を満たす」なんていうのでめちゃめちゃよく出てくるやつじゃないですか。でこの「満たす」他にどんなのしますそうそう「サティスファイ」「サティスファイ」「だ needs」なんていうのもあるしあともう一個めちゃめちゃトイックでもやるし難関大でも取材されるのは「meet」ですね。これ ね、需要を満たす。まあ、需要に合うって言って覚えちゃってもいいんですけど、こういったものが一緒に出てきたりすることがあるので、きちんと押さえておきましょう。今までの知っていた知識っていうのが、どん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 つながっていったんじゃないかと思います。これできっと皆さんの頭だけじゃなく、心も満たされたんじゃないかと思います。はい、この動画がよかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 おうは始まりました。さあ、語源講座の第3回目になりますね。今回はですね、そうです前回のね、見てない方ぜひ見ておいてほしいんですけど、前回はですね、S とか M っていうのが、S とか M って別のこと考えないんですね。それが1とかを表すんだよっていうわけです。で、その時に、先方っていうのを最後に説明したんですね。これもギリシャ語で言うとこのホモですね。同じ1を表すんだよってことで、先方っていうのとか、戦後。 一つのとかっていうのと実は繋がるんだって言ったわけなんですがここですね PL っていうのがつく単語ってめっちゃいっぱいあるんですよなんで今回はこれを説明していきたいと思いますでこの PL って一体何かって言ったらですね折りたたむっていうのを表しますのでこの折りたたむっていうのを説明していきたいと思いますえ、ボケないのかって後で 折りたたむって言った場合にはい皆さんの頭に浮かぶのはこれだと思うんですよそフォールドっていう風に言うと思うん、ね、で,ですねこれがフォールドですねこうやって折りたたむそうでこういう風にたたむっていうのは実はですね意外なところが問われたりするんですよ入試問題でそれが数字プラスフォールドって知らないですかこれまあ上のレベルのクラスでやってても知らない人結構いるんでこれどういう意味だか知ってます2フォールドって実は2倍っていう意味ですだから3回やれば3倍っていう意味なんですねだから10倍だったら そう、so, 10 fold なんていう風に言ったりするんですよこれ意外とハイレベルのクラスでもう知らないって人がいるので気をつけてくださいだ例えば the population had a 2 fold increase なんていう風に言ったりすることができますねこれ意味わかりますねそね人口が2倍に増えましたよって,ってでもあんまり人口が2倍に増えることってあんまりないと思うんですけど動物の時なんかはよく使うんですね動物が2倍になったっていう時 そう人口って言わないでね結構いるんですよ国立のクラスとかのね和訳問題とかで出すと動物の人口が2倍になりましたとかってね訳してくるいやいや動物人口って言わないから人間じゃないですからその場合は個体数とかって訳してくださいね個体数が2倍になったとかっていう時に使いますでもちろんポピュレーションっていうのはもともと人から来てるわけなんですけど見てわかるんないですかほらスペル似てるでしょ偶然じゃないわけですほらピーポーって似てるでしょで,では人気があるって そうポピュラーじじゃゃなないいですかここれれ偶然ちゃんとつながってるんですねこいつらもねこっちフォールドの話にもなりますけど「オルっていうのもですねラテン語系に入るとですね pl になるわけですよえー、なんで「F」と「P」って兄弟なんですよ。まあ韓国の人とかね「F」がなくて「F」の代わりに「P」になるだ If」のことイ IP」って言ったりしたりとか「コーヒーですね「カフィーのことを「コピーって言ったりしますよね。 あ、知らないですかまあ、これトイックでよく出るきっかけなんですけど、そう、F と P って結構似てたりするわけなんですね。だから、PH って書いて、F って F の音になるじゃないですか、英語って。Physics とかね。実は似てるんですよ。だからさっきの sim、simple。一回折っただけですよ。単純なものですよ。複雑じゃないですよ。あ、まあ、これで先のことも分かっちゃいますよね。それの動詞形、simplify。単純化する。なんですね。で、これも、はい、ちょこちょこいろんなお勉強入れていきますからね。ifi っていうのをこう動詞化するやつだとかっていうので、ね、覚えておくといいですね。magnify ですね。拡大。 するとかで、だから、例えば、s ンプファイ f i e d a s とかね、システムを簡略化しましたよ、なんていうふうに言ってる。そう、1回しか折ってないからなんですよ。じゃあ、2回折るのは何かって言ったら、double っていうんですね。そう、ちょっとね、ここ B で P じゃないんですけど、double って実はこうなってる。duplicate 複製するとかっていうのも、実はこっから来てるし、覚えやすいんですよ。2折るっていうですね。はい、だから複製っていう風に言うわけです。で、意外なのがそうです。これですね、d i p l o m a っていうやつですね「公文書」とかっていうやつ、ね「えなんでなんですか?」ってなると思うんですけど2つに折られてた文章だからですよそこから「ディプローマ」っていうね公式のまあ高校卒業する時に、ね、もらった「高校卒業のディプローマ」なんていうふうに言ったりしますしでこっから分かんないですか知ってる単語あるでしょそうですねその公文書とかから来てるのが「ディプローマシー」とかっていうやつですね外交とか外交官ディプローマ。 なんていうのも実はこっから来てたりするわけですね繋がるんですよでそれが3つになればそうトリプルじゃないですかでこういうふうにあそういうことか,とかね3つを表しますねトリっていうのはねトリケラトプスねその3つみたいなねそういうふうに繋がっていくわけですねいっぱい折られて複雑になるのが コンプレですすねねとかも言いますよ、ね、そうこれも実はオールから来てるわけですよだから simple は1回しか折らないけどこっちは何回も折ってる状況ってことなんですね。でそこから複雑ななんていう風に言ったりするわけです。でまあいろんな皆さん「complicated task」とかねあとは人間関係複雑な時ね「今どうなってるの彼氏別れてるの別れてるああ complicated」とかって言ったりしますね。 で、さらに PL はですね Ply っていう形になって非常によく使われますね Imply この目かすとかって聞いたことないですか知らなかった人は覚えておきましょう今何を表すんでしょう？そうそうそう中を表しますよねだから中に織り込むっていうことなんですよだから直接言ったらダメ直接言わないで中に入れてオブラートに包んであげましょうっていうことですよだから直球で言ったら失礼になっちゃう言葉とかいっぱいあるじゃないですか 太ってるとかって言っちゃったら失礼になるじゃないですか。だからそういうふうなのを直接言わないでいろんな言い方をしてあげたりするわけですよ。あの人が歩くと地面が揺れるよねとか言ってですね。ほのめかしてるわけですよね。はい、ダメですかで、レベルが高い単語になったら、 implicit なんていう風に言ったりしますね。implicit っていうのもこれ中に入ってるわけですよ implicit meaning とかってね、このほのめかされた隠された意味だったりするし、逆に explicit だったら外に出てるわけですよ前回やりましたね。e とか ex っていうのは外だってですね。in は中ですね、はい。だからこうやって中に入ってたものが外に出るので、 もうはっきりと分かる。だから明白なっていうふうに意味になるわけですね。だか explicit message ね。clear message なんかと同じように使ったりするわけですよ。そしてさらに超難関大ではこの implication っていうのが非常によく出てきますね。まあもちろん意味、含意された意味っていうのでも出てくるんですけど影響なんていう意味でも出てくるので知っておいてください。the implications of global warming とかね。グローバルウォーミングの影響なんていうのも出てきたりしますね。だから意味とか影響結果なんていうのでよく出題されるというかよく出てきます。 2021年だったら同社が出題してますね。で必ず総計もどっかにいます、はい。毎年毎年必ずこの単語はどこかにいますんであんまり有名じゃないんだけども有名大学では出てくる表現です。で他にも Reply なんていうのはそうです、ね、反対側に Re ですから Re はまたですから反対側にやってる。だから返事する応答数でする。で Apply っていうのはそっち側におるわけですね。Up っていうのはラテン語の「アとかフランス語の「アもそうですね。「2」にあたるものでそっち側におるよ っていう意味ですねで多くの人がアプライって言ったらいろんな意味知ってると思うんですけど、こう塗るとか貼るっていう意味知らない人が多いんですけど、そっち側にこう塗ってあげる貼ってあげるよなんていうふうに使ったりするわけですよ。でそこから非常に多くの意味があるんですね。アプライフォ j ダーですねその仕事を求めてそっち側に置 p l アプライ h e ダ o カンパニー、その会社側に ってていうのでで申し込むなんてやつですねこの for とか to が問われると結構厄介ですね。求めてなのかそっちになのかっていうのね。あちなみに大学の場合はどっちでも大丈夫です。Apply for Harvard でもいいし、Apply to Harvard でもどっちでも構いません。で、結構習ってる人が多いのは Apply the theory to business とかっていうふうに Apply A to B になってるわけですね。この Theory をビジネスに応用しますとかっていうので Apply A to B っていうのは覚えた人が多いと思いますね。そうしたら Theory をこの to っていうのはこっち向きのね、そこっち向きの印象ですから、そっち側に。 で「TheTheory Applies to Business」みたいな感じで自動しても使われることがですこれ結構ね語訳されてる本多いのでちゃんとしてるんですその「セオリーがビジネスに当てはまる」っていう意味ですね。これ当てはめるって訳されてるものが結構多いので当てはめるこっちですね上の多動詞の方は「セオリーをビジネスに当てはめる」こっちは「セオリーがビジネスに当てはまる」。 ってていいう意味になりますので気をつけてくださいこれ結構使い方分かんないっていう人がすごく多いし英作文でも間違ってるの結構見るのでこういう意味なんですよねだからそういう時にやっぱりフレーズだったり例文で覚えていくっていうのが大事になりますから、ね、こういうのも意識しながら単語の勉強はしてってくださいで最後意外に思われるかもしれないのが employ とか deploy とか display みたいな感じで p l o y とか play っていうふうになってたりすることもあるんですねだ employ っていうのはこれ円はこれ中です「in」と同じですね中に入れてやる はい、あなたっていう感じです。はい、あなた雇います。で、雇う人のことを employer、雇われる人が employee。 なんていう風に、これもよく習いますよね。ER がする人で、EE はされる人だ。トレーニングをする人はトレーナーだし、トレーニングを受ける人はトレーニーだし、インタビューする人はインタビューアーだし、インタビューを受ける人はインタビューですよね。っていうふうに、そういう関係っていうのもここから勉強することができたりしますね。で、デプ o イとかデ s ス l a イ、ちょっとデプ o イはレベルが高い単語なんですけど、まあ、どちらもですね、これ、D とかで i s ってこれ、アウェイ、離れるっていうのを表す表現ですね。どういうことなのっていうと、 配置するところですね。はい、あなた、ここ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 、みたいな感じでやるのがデプロイで。We deployed sales employees throughout the city もう街中にこうですね配置した。こら行けみたいなですね。セールス、売ってこい、ね、会社とか、それぞれの家に行って売ってこいみたいな感じでデプロイとかってね。まあ、軍隊とかでも非常に使われる表現ですけど。で、あとはディスプレイは知ってますね。そのあるものをこうやって、包んでたものをこう広げる感じですよ。はい、こうやってやって、はい、見せるわけですね。Some items are on display なんていうのが、これトイックでよく出てきますよね。 トイックのパート1っていうね写真描写問題でこれが出てくるとまず正解です。自分が受けた中ディスプレイが出てくるとです、ね、100%正解なんです <laughs> なんていうのがあったりするわけですね。はいこんな感じでですね実はこの「プライっていうのはめちゃくちゃいろんなところにつながる。まあ、ちょっとねプロイとねプイか プレイととかになったりすることもあったたりりすするるこもあわけですねでもねそうするとえプライってさっきコンプリケイテッドとかコンプレックスってやったけどコンプライはどうなるのあれも何オルなんじゃないのあれもそうなんじゃないのあれはね別語源なんですよ、ね。ルールに従うとかっていうので有名ですけどあれは違う語源から出てきてるのでえそっちも知りたいです。 分かりましたそっちは次回ちゃんとやりますからその辺も見ていきましょう。はいということでこの折る系はですね折りたたむ系はですね非常によく出てくるので必ず知っておいてください。はいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はいおしまい ほう、では始まりました。語源講座になりますね。さあ、この講座はね、毎回ですね、ちゃんとですね、早稲田合格時代の平さんがスタッフとしているわけなんですけど、え、何鍋が一番好きですかあ、そうなんだ。博多の水き聞いたこともなかった。 え持つ鍋はいということで今回は「もつ」に関するものをやっていきたいと思いますまあ人の動作からいろんなものが派生してくるっていうことはよくあるわけですよ前回は人の頭っていうものからねどういうふうに発生していたかっていうのをやったと思うんですが今回は人の体の動作からどうやって発生していくのかっていうのを見ていきたいと思いますね、はい、じゃあまあね皆さんが持っているよっていうので一番最初に浮かぶのは、まあ「ハブ」 ってやつだと思いますねまあ所有しているってやつだと状態同士って言われるやつで進行形にできないよとかっていうふうになるけども「ね、I'm having fun」とかね「楽しんでるよ」とか「I'm having lunch」ね「ランチ食べてるよ」とかっていう動機は進行形できるから気をつけなさいとかっていうので習ったりしますよね意外とですねこれ違う単語ともつながったりするわけなんですよ今日この画面ねパソコンとつないでやってるんですけど今までと違ってですねソファでパソコン買ったんですよ中古のパソコンですねそれをこう持たたななきゃいけけかったんですけど非常にね。 重かっっったたんですよヘビーって知って知ました似てますねスペルそういうことなんですね実はこれ重いっていうのもこっから来てたんですね出るものが重いよってことだったんですよこれがまあゲルマン系っていうやつで今度はまたいつもの通りラテン系ですね難しい側に行きましょう難しい側だと例えばこんな単語「キャプチャーなんていうんですねつかむってやつですねこれも実はさっきの「ハブ と同じ語源になりますね、まあ、キャプチャー自体はキャッチと似てるので非常に覚えやすいんですけどここからさらに広がっていくことができます。でただまあ、使い方一応やっておきましょうね。はい。はい、キャプチャー e the thief なんて言ったりですね。そう、thief、泥棒ですね。泥棒を捕まえるなんていう時に、えー、キャプチャーなんて使ったりするしさらにレベルの高い単語につなげていきましょう。 キャプティベイトっていうやつね。これ意外と難関大学出てきたりするので知っておきましょう。で、キャプティベイトっていうとそのまさにこうやって掴んでこう捉えるっていうのをイメージする人もいるかもしれないんですけど、いい意味で出てくることがすごく多いんですよね。We are captivated って言ったらどういう意味ですかこの We are captivated って言った場合に。実はこれ attracted とか fascinated とかですね。こう魅了されてる感じなんですね。もうこう掴まれちゃって、わーみたいなね。そういう時に使ったりする表現なんで、意外かもしれないですが、そういった意味だっていうふうにちゃんと知っておいてください。で、名詞の場合は確かにね、ね牢屋に入ってるとか、檻に入れられてるなんていうふうに使ったりしますね。 The animals are held in captivity なんていう風に使ったりすることですね。こういう風に in captivity なんていう形で使ったりしますねこう。檻に入ってるとかってね。動物関係のものって英作文出やすいんで、ズーとかね。よく出るトピックなんで、アニマル rights とかって出てくるんで、こういう表現は使えるようにしておくと便利ですよ。さらには、そうです。先ほど言った catch ですね。capture と catch。スペル似てるから覚えやすい。つかむ側です。さらには、 チェイスなんていうのも似てますねそうだ追いかけるっていうのねう追いかけて掴もうとするわけですよね。そっから来てるわけでパーチャスね そう、これ、買い物するっていうのね、購入するとかっていうので、覚えてるかもしれないですけど、そうです。自分が欲しくて追いかけてたものに到達して、それをゲットするっていうところから、購入するとか、購入、購入品なんていう意味もありますね。だからこれ、パーチェイスって発音してる人結構いたりするんですけど、そう、カーチェイスみたいにね、えー、違いますので、パーチェイスっていうふうに呼んでくださいね。 えさらには、実はそうです。ケースねこの箱っていうのをう持ってるものですね。この入れてるねものっていうとこからえ、実は来たりしています。何か代でもめちゃめちゃよく出てくるので、この箱っていう意味だけじゃなくて、それが正しいみたいな感じで、that's not the case とかってね、正しくないよとかっていう true の意味ですね。だケ case と true っていう、この表現がですね、めちゃめちゃ出やすいので知っといてください。しょ 中空欄になりません、ね、このケースね。わかんない。なんでっていうぐらい、まあ苦手な人が多いのかわかんないですけど、なんでこんな毎年毎年出題されるのっていうぐらいめちゃくちゃよく出てきますので、このケースも覚えておいてください。で、さらには、キャッシュー、知ってますかこれ。キャッシューってレジ係のことですね。はい、それをキャッシューっていうんですよで。これもそのレジっていうのにはお金がこうやって入ってるじゃないですか。そこから来てって、 ででそうですキャッシュっていうのはここから来てますそう実はケースとキャッシュと同じ語源ねそこに入ってたお金のこと現金のことをキャッシュっていうようになったんですねあとでキャッシュっていう現金っていう単語が生まれたんですよまあ最近はだからキャッシュ使わないキャッシュレスとかってねいう風、ね、に言ってますよねまあそう現金なんか見ることなくなりましたよねほんとデジタルな数字ばっかりじゃないですかねそこに座ってる平先生なんかもキャッシュなんかあったらもうこんなになっちゃいますからね部屋に入れられらないです1万円札 で、同じように、そう、キャパシティとっていうのはね、日本語でもキャパっていうじゃないですか。そう、キャパが広いとかね、こうやって持ってるホールドできる場所なんですよ。で、能力のこともキャパシティなんて言ったりしますよね。で、同じようにケイパボっていう、これめっちゃ出るんですよ、入試問題。超好き。これもそこの能力持っているキャパの能力のことなんですけど、とにかく使い方がよく出題されますね。そう、be capable of ing とかって覚えるやつですよ。we're capable of learning new languages. ですね。はい、私たちはこういう能力あるよ。be capable of。ing ですね。はい、新しい言語を学ぶ能力が私たちにはあります。 で,、ね、でだから「be able to」だったら「we are able to learn new languages」じゃないですかっていうふうによく出てきますね間違い探し問題とかだと「capable to learn」になってますのでお気をつけください引っかからないように、ね、でこういうふうにキャパシティと capable を似てましたねその実は偶然じゃないんですでさらにはそれが「accept」の「cept」の形になって出てくることもありますね「受け入れる」っていうのはそういうことですこうやってきたものを受け入れますよ持ちますよっていうことです 11で言うと「Accept Invitation なんていうふうによく言いますね。「インビテーション」「招待」ですね。「招待」を受け入れますよとか「Except なんていうのもそうここに入ってますね。で覚えてますか?「X」はどういう意味でしょう?「EX」はそう外でしたねだから「エクセプト」はい。なんで外こう入れたもののそこの外にあるものですだからそれを除いてって言われるんですそういうことです。こうやって入れたものの外なんですよ。 だから、名詞形はそう、exception、有名ですね。例外ってやつですよね。で、使い方も重要ですから、覚えておきましょうね。This is the exception to the rule っていう形で、to 問われることありますので、これも押さえておきましょう。はいですね。ルールの例外ですよ。外に出ているものですよ。なんていうふうに出てきました。さらには、素晴らしいよっていう時に、exceptional なんていうふうに言ったりしますね。もう普通じゃないですね。普通の中に入ってるもんじゃないっていうので、exceptional なんていうのが出たりします。他にも、こう、間に入って、 スパッって取ったりするやつねこういうふうに間に入ってこうね間でパッって取ったりするのも言ったりしますねセプトが分かればそうですコンセプトそうなんですよこのセプトってねこういうふうに使うてたすねそコンセプトっていうのはこう持ってるものなんですよで conceive っていうふうに言えば動詞になりますね、はい、例えば conceive the plan とかねこの計画を頭の中に浮かべたりするわけですよねとかそう receive って言いますよねこっち側に受け取るっていうのもそうだし持ってるじゃないですか レセプションですね。はい。受付だったりとか、歓迎会だったりとか、迎え入れたりするときとかやったりしますね。レシート、レシートなんていうのも、これですね。重量書ですね。受け取りましたよってことです。ね。さらには、パーシーブ、はい。近くする。ですね。これも、はい。それを受けましたよ。こう見たものとかを近くしましたよ。ね。パーセプション、近くとかっていうのを、実はこいつらも持つっていう動作からみんな来てたんですね。 さらにははいそれを間違ったように捕ませちゃうデシブだ騙すなんていうのもあります。じゃあこれでもう同じパターンですね。はいそれの名詞形はそうそうそうデセプションっていう風にね。自慢とかっていうねああ同じような形してるんだな。セブとセプションはつながるんだなっていうのもこれでわかりましたよね。 さらには、このパッティスペイトなんていうのもそうですね。これ部分をこう掴むわけなんですね。そこの部分は私のものですよっていうね。私がその部分やってるんですよっていうので参加するっていうやつですね。パッティスペイルエンダーメイリング。そのね、インが必要っていうのでよく出ますね。パッティスペイルエンダーミーティング。ミーティングに参加してるっていうことですね。そのミーティング全体の中の私はその一望になってるんですよってことです。で、えさらにはアンティスペイトですね。アンティ、先とかですね。その先のことを掴んでいますよ。 っていうことですね。anticipate t h で r e s u l t ね。はい。結果を予測します。予期します。ってやつです。で、この anticipate 言い換えると何ですか知ってますこれトイックでも入試も大事。大学入試も大事。そう。言い換えると expect なんて言いますね。はい。expect 期待する。予期するってやつです。で、ここには実はある意味になるやつが隠れているんですが、それが次回になります。次回は expect の 語源に迫ってみたいいと思います。どうですかこれでですね、みんな持つから様々なことをね、掴んでいったんじゃないか。まあ、いろんな言語ね、掴むは理解するって意味になるっていうのもね、よくあることなんですが、こうやっていろんなことを掴んで、いろんなコツを掴んで、知識をたくさん持つことができるようになったんじゃないかなと思います。はい。この動画がよかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 題は始まりまりしたさあ古典講座の第6項になりますどうですかもう5回やってきたんで皆さんの力単語力がもうみるみる上がってると思うんですよねだから今回は「見る」に関するのをやってみたいと思います はい。で、前回、アンティスペイトで終わって、言い換えはエクスペクトだよっていう風に言って、このエクスペクトについてやっていこうってことですね。なんかもう、ハリー・ポッターの魔法で有名らしいんですけど、私は知りません。エクスペクトパトローナーだかなんだかですごい有名って言われたんですけど、それで覚えましたって言われるんだけど、そうなの <laughs> エクスペクトっていうのはですね、EX はそう覚えてますよね。何度かやってると思います。外ですね。え、なんですかじゃあ、ペクトって思うんですけど、これ実はですね、スペクト。 なんですよ。スペクトっていうのは見るを表す表現です。だからこれ外を見るっていうねものなんですよ。実はこう見てるっていう感じですね。外を見て先を見てるっていう感じです。そこから予期するとか期待するなんていう意味になりました。で使い方を覚えておきましょう。スティーレンスは expected to clean the room ね。はい意味わかりますか。そう学生生徒たちっていうのは部屋を片付くのを予期される期待されるってやつですね。そ、so、う be expected to do なんていうので。 覚えるやつですすががはいこれままあよく出てきます、ね、トリックでもめちゃめちゃよく出題されるので、えー、ぜひ覚えとておいてください。で他にも inspect なんていうと in はそう中ですよね。だからこう中を見るだから調査するっていうのでこれ覚えやすいじゃないですか。Inspect machine for defects なんていうふうに言ったりしますね。えー、意味わかりますマシンをチェックするで defects っていうのが知ってますっていうのはそう欠陥とか欠点ですね。その欠陥がないかって っていうんですね意外とこのフォート使うってことを、なんかフォートて言ないはい、フォート使うことを知らない人が多いので気をつけてください。他、か、respect なんていうですね。これよく言うじゃないですか。こう尊敬。も振り返ってしまうほど尊敬する。よく言いますね。もう振り返っちゃうぐらい。そう、理がまただからですね。一回見たことあります先生ありがとうございました。もう一年間授業ありがとうございました。もう先生の振り返っ 尊敬のリスペクトが忘れられらませんもうこれが一番役立ちましたって言った生徒を見たことありますけどうそんそって思ったの覚えてますけどはいでそれだけじゃなくてね、まあ、名詞のも覚えておいてください点っていうやつですけどその見るってね点っていう意味とつながったりすることもありますね,ね同じようにねこの regard なんていうのもこれ見るっていう意味じゃないですかでも in disregard とかって言った場合は点ですね in disrespect ね、この点でっていう,うに r に、リスペクトにも、ね、見るだけじゃなくて、点っていう意味があるし、g ガードにも見るだけじゃなくて、点っていう意味があったりしますね。まあ、フランス語だったらね、まさに見るっていう動詞ですね。 あ,あ、ちなみにこの単語は、リ w a ードと同じ単語ですね。もともととか、そんなことやってたら、ね、切りがなくなっちゃうんで、次きます。はい。で、だから、アスペクトっていうのもそうですね。面とかって訳される言葉ありますけど、局面とかね。点変わんないですね。その見てるとこなんですよ、結局。だ同じようなね、in this respect, in this aspect ね。似たような意味になったりするわけです。で、厄介なのが、これですね。ほら、respective r e s p e c t f u l e o respectable がよくわかりませんっていうふうになっちゃうんですけど、まあ、もちろん理屈を言えば簡単なんですけど、それよりは、例文で覚えたりとか、 フレーズで覚えることをお勧めしますね。Uh, respective だったら、they are specialists in their respective fields ね。それぞれのフィールドですね、分野ですね。それぞれの分野のスペシャリストですっていう風に覚えたりする。そう、実はそうね。これも気づいた人もいるかもしれないですけど、偶然じゃないんですよこれね。はいね、同じのが入ってるんですよ。ね、はい。じゃそれぞれの分野とかっていうので覚えたりとか、Respectful だったら。 ケ n is respectful to his boss.、ね、ボスのことを尊敬してるよっていうふうに敬意を示してますよ。respectful to って言えば、こっちへの尊敬が向かってる感があるから覚えやすいじゃないですか。だから、to とか toward なんていうのとよく使われますね。で、それに対して respectable っていうのは、ケ n is very respectable っていうね。ケンっていうのは、すごくちゃんとしてるよってですね。 able ってつくとできるっていうふうに、まあ結構覚える人は多いんですけど、こうされるべきであるっていう意味もあるので、そう、だから、ケンはリスペクトされるべき人だよってことなんで、立派なちゃんとしてるっていうふうになるわけですね。だちゃんと使い方覚えておきましょうね。これ、ややこしい、respectful, respectable ね、ごっちゃになっちゃう人、特に respectful to っていうのを覚えておくとごっちゃにならないことが多いです。で、もし respectable がわかんなくなっちゃったら、アブは、あ、されるべきっていう意味があるなっていうので、ね、覚えておきましょう。 えー、さらには「suspect、えー」サスペクトなんていうのもありますね。そう疑うなんていうのもあるけどただで、ね、使い方気をつけなきゃいけないんですね。「we suspected he did it、ね」っていうのと「we doubt it he did it」ですね。これ意味が違うから気をつけなきゃいけないってよく狙われるやつじゃないですか。上はそう彼がやっ たと思うっていう意味ですね。これね。やったと疑ってます。we believed ですね。私ちそう思ってます。he did it.we thought he did it ですね。それに対して下は we doubt it he did it っていうのはやってないと思うっていう意味ですね。we didn't think he did it の意味なんで逆になってしまうので気をつけないといけないですね。まあよく言われるのが上は think の意味ですよ。 っていう風に思いなさい、サスペクトは。それに対して、ダウトの方は、ドン・ h i n k だと覚えなさいとかっていう風によく言いますね。で、前にね、なんかそれ動画で話したら、えー、ドントで、ほら、お分かりやすいじゃここにね、こう書いてあるから、これドントで覚えればいいんだよってね、言われました。<laughs> なるほどって思ったけど、はい。で、さらには名詞でね、容疑者なんていう時にも使いますからね、サスペクトね、アクセント前にありますけど、そういった風に使うこともできます。え、他にも、プロスペクトっ、ね、見込みなんていうね、プロが前ですから、前を見るっていうことから見込み。 では、こういうふうにね、p r o s p e c t s are high とか、p r o s p e c t s are good なんていうふうに言うわけですね。こう、見込みが高いとかね、見込みがあるよいっていうふうに使ったりしますね。だ逆は、p r o s p e c t s are low って言ったり、p r o s p e c t s are bad なんてです、ね、こういうふうに複数形で使うことが多い表現ですね。えー、さらには、so、perspective なんて言いますね。これも見方じゃないですか。これもスペクトが入ってるっていうのが実はわかるわけですよ。ね、いろんな単語とつながりますね。やっぱ見るっていうのは人間にとってやっぱ基本的な動作のうちの1個ですからね。 え他にもね、スペクタクルとかね、大スペクタクルとかってね、言ったりするじゃないですか。まあ、古い英語だったら、スペクタクルズっていうので、メガネとかってね、いうのもあったりしますけどね、小説とか読んでると出てきたりしますけどね。スペクタクルラーってね、これ形容詞ですね、こっちは。素晴らしいみたいなのが、スペキュレートなんていうふうにね、こうだと思うってね、そういうふうに見るなんていうふうにね、そう見ると思うってつながること多いですよね。ATE なんて、ATE の2個前にアクセントで、はい、名詞にすると、 IoN いう風に言いますね、えー。さらには意外かもしれないですがこの「スピーシーズ」なんていうのともつながるんですね「スピーシーズ」種族ですねその見ている部分形相その見ているものっていうのからそこからここの部分っていうので種族なんていうのになりますでこいつは単数形複数形が同じなんで気をつけるって言うんですね「a species」っていうこともできるし「to species」 同じスペルですよっていうのはやっぱり両方とも S。付きっぱですからね。あでも。で、さらにはそうなんですよ。ね。その部分を見ている、その部分だけっていうので、スペシャル、特別なとか、スペシャリスト。ほら、出てきましたね。さっきやったやつじゃないですか。なんていうのとか、さらにはスペシャライズ。ね。これ重要表現ですね。よく出てきます。スペシャライズインっていうので、常駐出てきますので、覚えておきましょう。can specializes in brain surgery。ね。すごいな。brain 脳の手術ですね。っていうのを、 はい、それに特化してるんだっていうので、えー、出てきたりしますのでほらここにも実は見るっていうねその部分だけ特別なんていうのが実はあったりするわけですでさらにはスペシフィックですねそういうのも特有ななんていうのが出てきたりとかスペシャリー特になんてていうのも出てきますよねそうこいつらつながるじゃないですかじゃあレベルの高い単語に行きましょうかまあこの辺は知ってる人も多いと思うんですがつなげて覚えてない人が多いと思うのでちゃんとつなげて覚えましょう レベルのの高いい単語だと conspicuous なんていうのがありますねもうはっきりしてるこの単語が出てきた時もあ見えるだっていう風に覚えとくとバッとつながりますからちゃんと押さえておきましょうでどういう風に使うか「Don't make yourself conspicuous」とかね「Make oneself conspicuous」なんていう風に使いますねで目立つようにするんじゃないとかっていう意味ですねそう目立った状況にするんじゃないよそう目立ったらなんかこう狙われちゃうよ旅行中にですねお金めっちゃ持ってる感じで行ったら盗まれちゃうよとかっていう時に使ったりします で、え、他にもデスパイズなんですね。デスパイズなんて非常にレベルの高い単語ですね。嫌いってやつです。あんたなんか嫌っていう時に使ったりするわけですね。D っていうのは離れるとか否定ですね。ではもう見て嫌っていうやつです。で、形容詞だとデスペカボですね。デスペカボーミーってですね。もうひきんな私みたいなね。そういう映画ありましたね。ミニオンの出てるやつですよね。あのミニオンのやつ、あれ彼らの仕事なんだかよくわかんないですけど、なんかあのエピソードでは。 スパイやってましたよねそう。実は同じです。これも見るっていうとこから出てきているわけですね。はい。こんな風にちょっとレベルの高い単語たちですけど、まあこの辺はかなりレベルが高い単語たちですけど、実はこんな風につなげて覚えることができたりするわけですね。こういう風に見るに関する単語はいっぱいありますので、ぜひですね、いろんな単語をまた違った面から見てみてください。はい。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 それでは始まりました。語源講座ですが、第7項まで来たんですかねどうですかもうすごくできるようになってきたっていう実感とかありますかもうご褒美を皆さんにあげたいぐらいですよ、本当に。どうでした子供の時によくもらってたご褒美って何お菓子とかじゃなかったですか僕はよくもらったのは、あれ、歯にくっついたりするとね、銀歯とかだったら銀歯が取れちゃうやつ。え、キャラメルいや、ミルクですね。さあ、今回は 見るの2回目になりますね。前回様々なね単語やったと思うんですけど、あの見るにはまだ続きがあってですね、スペクトってやったんですが、それがそうギリシャ系ですね、ギリシャ語に入ると、えー、スコープっていうのね、この単語知ってると思うんですが、そこと繋がるわけですよ。そう見る機械とか鏡とかっていうのをスコープっていうわけですよ。だから遠くを見るときに使うやつはテレスコープって言いますね。そうテレっていうのが遠くを表すやつなんですけど、 でほらちっこいやつ見るとき使うやつ何ですかあれそうマイクロスコープって言いますねマイクローはちっちゃいじゃないですかねいうのでこういうふうにつながるわけですよねだから顕微鏡とかほら望遠鏡って鏡って書くでしょそういうふうになってるんですあれね遠いちっちゃいっていうのが実はあったりするし他にもマイクロスカピックっていうね形容詞で出てくることもありますので超ちっこいっていうねのも知っておくといいですねこれレベルの高い単語ですね さらには実はスキャプティカ c なんていうのもここから来てるわけですね。これ、ね、疑ってみるっていうね。うん、怪しいぞっていうふうにダ<え>ウトフォーみたいな意味で使ったりすることもあるわけですね。で、スキャプティカ c ですね。使い方ちゃんと覚えておきましょう。we're skeptical about Ken's promise とか、まあ be skeptical of とか about と一緒によく使いますね。Ken の約束について疑ってるよなんていうふうに使ったりします。使い方知っておきましょう。じゃあ、 今度はせっかくやったんでこうねテラスコープやりましたテレってね本当によく出てくるやつなんですよえへへへってテレてる場合じゃないんですが非常によく出てくるので押さえておきましょう他テレつくやつどんなの知ってますか日テレカンテレとかじゃないですよ、はい、テレフォンそうですねこれは遠くに声が行くからですよね遠くに声が行くからテレフォンだしマイクロフォンっていうのは逆にチ ちっこい声で OK。ちっこい声で大きく聞こえるよ。ね、大きく聞こえると言えばもう一個ありますよね。そう、メガフォンなんていうのもありますよね。メガってほら大きいやつじゃないですか。ね、メガバックとかね、言ったりしますよね。さらには、感情が遠くに行けばテレパシーなんていう風に言いますよね。パシーは感情ですよ。だから、シンパシー、シン、一緒にですね、共に感じてあげるから、だから共感だし、 エンパシーなんていうのは、これ、M は、あの、中と同じですね。その中に入ってって気持ちを感じてあげる。えー、そういった共感なんていうのが、ね、あるわけですね。センパシーだったら、もう、かわいそうにって思う感じ。エンパシーだったら、ああ、そう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 っていう感じですね。 で最近はこれただクミュートがよく出てきますのでク、えー、ミュートっていうのは通勤通学することですけどもう家で仕事やったりするじゃないですか今ってね2021年なんですけどそういうのが進みましたねコロナの影響ででこれすごいトピックにいっぱい出てますので入試ですね遠隔で仕事するとか遠隔で授業を受けるのはどうかっていうトピックがすごくよく出てますね さらには、まあ、テレビジョン。そうですね。テレビジョン。ビジョンっていうのは見るじゃないですか。見ることですよね。だから、遠くのものが見える。遠くにいても見えるのがテレビジョンなんです。そうですね。だから見るって、スペクトだけじゃなくて、こっちもいっぱいあるんですよ。たくさんあるので知っていきましょう。例えば、ビザ。そうですね。通るにこうやってね、見られるやつですね。あんた大丈夫かどうかっていうやつとか、ビデオ。そうですね。動いてるもので、それを見るわけですね。動画っていうのは見るものですからね。ビデオとか、 ビューなんてまさに見るじゃないですか。見るっていう動詞もあるし、景色っていうね、見るものっていうのもありますね。みんな似てる。えー、さらに、レビューね、もう一回見るっていう意味で出てきますね。リがまたっていう意味ですから、はい、つながりますね。で、ちなみに、トイックとか受ける人はチェックの意味で覚えておいてくださいね。チェックするみたいな意味で、もう一回見るっていう意味ではないことがよくできます。だから復習するだけじゃないですからね。えー、さらには、アドバイスとか、アドバイスなんていうのも、ここそう見るから来てるわけなんですよね。で 使い方が厄介じゃないですか。そう、アドバイスって、まあまあ、アクセントね、本当によく出るし。で、上は名詞で、下は動詞だよとかっていうのも出てきますね。アドバイスは上、下はアドバイス。で、さらに数えられない、深さ名詞ですよ、なんていうのでも、しょっちゅう出てきますので、えー、お気をつけください。 で、使い方を見ておきましょうね。can gave jen some sound advice ね。sound、え、advice、ー、これもちょっと難しい。音のアドバイスではなくね。ちゃんとしてる、きちんとしたみたいなね。しっかりしたアドバイスをあげたよって言って、s o m がついてるけど、複数になってないですね。だからこれで、あ、不さん名詞だなっていうのはわかりまですね。数えられない名詞だな。s つけないやつだなっていうのはわかりまですね。で、アドバイスの方は、えー、can a d v i s e jen to stay calm ですね。落ち着きな stay calm, calm down しなっていうふうに、a d v i ス e 人 to do なんていう形で取ったりするので、言う ですねはい、どちらも使い方と一緒に覚えておきましょう,そう例文だったりとかフレーズ単位で覚えておけば使い方バッチリですからねさらには Revise ってね、はい、また見るわけですからだから直す改定するですね,ね名詞で言えば Revision っていうし、ね、Supervise スーパーは上ですね Over とか Hyper とかみんな同じです Uber ね UberEats とかありますからもそうですね ウーバー、ドイツ語のオーバーですけど、ね、あれら全部同じです。上から見る、だから管理するとか監督するって意味ね。だスーパーバイザースタッフね、スタッフを管理する、監督する。あスタッフね、一人一人数えられない集合名詞です。あスタッフとか絶対言わないように気をつけてね。あスタッフメンバーって言ってくださいね。とか、スーパーバイザープロジェクトね、プロジェクトを監督するとか、こういう風に使います。で、それを監督する人のことをスーパーバイザーですね。だから監督って言われるけど、トイックとかだと上司って意味で使われますよね。 女子じゃないですか。か、ねはい、にも「provide」なんていうのがですねこれは先、えー、のことを見ておいて準備するっていうのがもともとの意味でしたけどそこから与えるっていう意味で使い方ね「gen provided people with hot meals」ね「gen provided people with hot meals」っていう形でこれもね「えー、人」があって「with」「人 with 物」とかってね覚える人多いですけど物事っていうふうに覚える人多いですけどこういうふうにやっておいてくださいでただ実際の映画ではこれ「with」取っちゃうことも相当多いです辞書に載っけてお願いだから。 ネイティブに英文書かせるとこのね、with 取っ払って書いてくることが非常に多いんだけど、辞書に載ってないから、それで出しちゃうと、いろいろと文句が来るっていうので、困ってます。<laughs> もうギブと同じように使えるので、with 取っても言えます。はい。で、あったかい食べ物をこう供給した。も,うもちろんね、まあ大学入試とかでは、with ついたままで覚えていてください。で、他にも、 People とか、Jane provided hot meals to people っていうふうに、この逆にするとですね、人を後ろに持ってくると four とか two になります。はい。で、え大学入試では four っていうふうに習いますね。 えでも実際アメリカでは to を使うことが非常に多くて、トイックでもこっちが正解になって出てきていることがありますので、to 入れなきゃいけない問題も出てますんで、だからもう絶対 for でこっち with だって言ってね、いうふうに覚えてる人多いんですけど、実はもうギブとほとんど変わらなくて、ギブ人ノっていうし、ギブ to 人っていうふうに言うことが可能です。大学入試の問題でも普通に英文見てれば to になってることもありますよ、全然。はい。他にもですね、エンフィーってね、ほら見てるんですよ、これね。じーっと羨ましいみたいなね。 で、エンビーは知ってるんだけど、使い方知らない人が多い。ね。I envy you っていうのをよく言いますね。で、あとは、I envy you for your wealth ってね、あなたの富ですね。ね。平さんのお金ですよ。ね。うらやましいってことですね。はい。っていうのとか、for とよく使いますね。もう、まあ、昔の大学入試だったね、エンビーは第四文献を取れるんだよ。Envy you, your wealth. ね。I envy you, your wealth って言えるよって習って。 だと思うんですよ。まあ,まあ確かにオッケーですよ。オッケーなんだけども、まあフがついてることの方が多いですね。はい。でこんな風に使うね。M B U だけは知ってる人多いと思うんですが、実はこんな風にも使えます。でさらにはゲルマン系に行けば、え実はウィットとかね、知ね、ワイズ賢いウェスタム、ほらね、知恵系のものですね。見てることは知ってることだって言いましたよね。前回もね。とかと使われるし。 えギリシャ系だとそう見てることは考えることとつながるアイディアとかアイディアを理想なとかね実はヒストリーなんていうのもここから来てるんですねこの実は見てるっていうとこからお話っていうのとつながるねのイズっていうのはこのアイディアのことこと同じねウィズとこの辺が同じでねストーリーっていうのも実はここから来てもヒストリーの方が先なんですよ歴史のその後でストーリーっていう単語が出てきたんですね はい。どうでしょうまあ、この辺になるともうだいぶスペルが違うので、繋がりは見えてこないかもしれないんですけど、そこからいろんな語源をたどっていくと、見えてくるストーリーが実はたくさんあったりするわけなんですよね。はい。この動画よかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 ので始まりましたさあ語源対策講座になりますね今回なんですけどもまたね和、まあ、平さん後ろにいるんですけど好きなマックのハンバーガーなんですかフィレオフィッシュとビッグマックですかねああ、チキンタツタということではいということで今回はタツに関するものをやっていきたいと思いますね九州の人だからさタツたいとかって言ってくれるかなと思ってたんですけど言ってくれなかったチキンタツタとかけたかったんですけど さあ、ではですね、立つって言われて、普通、はい、皆さんの頭の中に一番最初に浮かぶ単語なんですかそうですね。やっぱり、スタンドが浮かぶと思いますよね。ただ、まあ、スタンドっていうと、まあ、入試とかで大事になってくるのは、立つだけじゃなくて、どんな意味があるんですかそう、こういうやつ。I can't stand this とかって言った場合は、 「我慢ででできないいいっっててううね多動詞だよとかっていうので有名ですね我慢する」っていうのが実はあるんだってやつなんですがただ気をつけてくださいこれですね英作部で非常に間違いが多いんですよこの「スタンドって何でもかんでも「我慢する」でね覚えてるんですけど「我慢する」っていうので書くよりは「我慢できない」っていうのでほとんど使えますのでだからこの「can」とかとよく使う表現だっていうのは知っておいてください。で他にも Withstand なんていうのがありますね with っていうのと一緒に合体した単語になってますけど、with っていうとまあ一緒にっていうのがイメージとしては強いんですけど、実はまあくっついててこうですね、ぶつかる感じを表すときもあったりするんですね。だからこうやってガッとぶつかって、 抵抗すするるとか我慢するみたいな感じで使ったりすするわけですねでこいつも何でもかんでもいいわけじゃなくてこんな風に使ったりしますね。was t a n d the extreme heat なんていう風に使ったりします。なので、まあ、こういった、ね、フレーズで覚えておくのも大事なんですけどもこの extreme ってやつねこれよく使う表現じゃないですか。これって実はですねこの このエクストラとかいろいろ言うと思いますがエクステ外ですねで外にもう行っちゃったこれ最上級なんですよめっちゃ外行っちゃったっていうのでだから非常にとかもうありえないぐらいとかっていうわけですねだからもうめちゃめちゃすごい暑さに耐えるだから「I can't withstand the extreme heat」って言えばもう耐えられねえよっていうふうになるわけですねじゃあこいつの仲間を見ていきましょう、ね、まずは、はい、アウスタンディングなんていうのも仲間になりますねはいこれどういう意味ですか そう素晴らしもともと、ね「元々スタンドアウト」ですねこうなんかいろんなものがあった中でこうやって立ち上がって一人だけ立ってれば目立ちますよね。ね The has performance was outstanding なんていう風に出てきたりしますね。まあもちろんパフォーマンスっていうね、トイックとかで気をつけなきゃいけないんですけど、そう演奏するとか演技するっていうだけじゃなくて、業績的なね、意味で出てきたりすることもよくありますので気をつけてください。会社でね、うまくやってるよっていうことなんですね。まあ素晴らしかったよ、彼の業績っていうので出てきたりするし、実は outstanding にはですね、別の意味もあるんですよ。それが outstanding payment とかっていうね、これどういう意味だかわかりますか これは t o e とかやってる人だったらもう知らなきゃいけないんですよ、うん、未払いのっですねこれ未払いのもの支払っていないものもアウスタンディングっていうのでこれは気をつけないといけません、ね なんででかは不明らしいです <laughs> 目立っているのかそれとも支払いを過ぎちゃった支払い期限の外であるとかっていうふうに言ってる人たちもいてなぜだかは分かっていませんが未払いのっていうのも出てくるので押さえておきましょうえ続いて意外なのがこれですねそうステイってとどまってるわけですけどそう立ち止まってるわけですねこんなのも実は仲間だったりするわけですよでステイブって言えばこのステイしてる状態ができるこう安定しているよっていう意味ですね、まあ、逆は ってやつですねこう不安定ですみたいなねで他にもエスタブリッシュなんていうのはね非常に重要ですよねそう設立するとか確立するなんていうので出てきたりするやつですよねスタブリしたカンパニー会社を設立しましたとかっていうので出てきたりすることもあるしでこの言い換えなんですかエスタブリッシュっていうのを言い換えてくださいで設立する確立するまあ設立も確立もたつがついてるか覚えやすいんですけどさあ何て言い換えられます ファウンドを使ってファウンダーカンパニーみたいな形で言うことができますねこれわざと ED つけてるのはファウンダーカンパニーだと見つけたみたいにね見えちゃうのでそうじゃなくてこの設立する側ですねファウンド動詞のファウンドですね立てる側もちゃんと覚えておかなきゃいけないですねそう土台っていう感じのイメージですね The founder って言ったら会社 作った人じゃないですかだからよく「コーファウンダー」とかって言って何人かで会社を作ったうちの一人のことコーファウンダー」「こうは一緒に」ですねなんていうので出てきたりとかあとはこれの名詞形んだかわかりますファ,ンド、ね、ファンドって言いますね。基金とか土台とかね、えー、そういうやつです。こう土台となっているものその土台部分を作るっていうのねそこから来てるんですねこのファンドやってたカンパニーっていうんですね。で で他にも、この Established ですね、知らない人が多いので気をつけないといけません。はい、形容詞で使ってますね、こいつね。あの established c o m p はい、これどういう意味でしょう。立てられた会社っていう風にね、思っちゃってる人結構いると思うんですけど、これですね、立てられて評判もいいっていうですね、 死に、まあ、舗の会社とかってよく訳されたりするんですけど結構あって評判がいいんだよっていうそういう意味なんですねこれはトイックでもよく狙われるので知っておいてくださいでこいつらみんなねやっぱ立つから来てるわけですからえ偶然じゃないですよこ,こいつら sta がついてるのはこれ偶然じゃなかったわけですねでさらには state なんてんですね立つなわけですよ status とか status って言いますねほらス status っていうのもそれ立ってるとこですよあなたのね ススタンスそうですね立場のことをスタンスって言いますねこういうふうに日本語にもなっちゃってるものたちも実はこの sta から来てるやついっぱいあるんですよ他にもですねエステイトなんていうのがありますねこういうのももともとは立場って意味でしたその地位とかを表してたんですけどそこから辞書あ辞書ってのこのディクショナリーの方じゃないですね場所地の方を表す方に来て不動産って何ていうかしてます これですね、ね。real estate って言います、ね、だからいろんな不動産屋さんに何とかステートとかってついてたりするんですよね名前にね、うん、他にもはいちょっと長くなりましたがサーカムスタンスっていうのにもこれにも入ってますよねね s t a がでサーカムっていうのがこれが 丸ですね。このサークですね。はい。なんで、そこから来てるので、こう、周りに立って,てる状況だよっていうので、ね、そこから環境とか状況みたいな風に言われるわけですね。まあ、いろいろありますね。サークルとか、サーカスなんかもそうですね。この丸いじゃないですか、サーカスのとこって。あっから、円形劇場みたいなね。あそこから来てるやつとか、サーキット、カイロとか、ね、F1 のこのサーキットとか言うじゃないですか。あれも丸から来てるんですね。 使い方としてアンダー・ザ・サーカマスタンスですね結構アンダーの方は覚えてる人多いんですよなんか状況下でっていう風に覚えてる人多いんですけどこの S 忘れる人がすごく多いので複数ですから基本的にはねもちろん例外はあるんですけどはいこうでって覚えておいてくださいアンダー・ザ・サーカマスタンスですねはいで他にもサブスタンスですねサブは下ですねサブウェイとかさありますねその下に立ってるものだから物質ですねそれを元になり立ってるわけですよ で、他には distance ね、dis は離れるですね。はい。なんで、離れたところにいるよっていうので、距離ですね。離れたところに立ってますよっていうわけです。で厄介なのがですね、入試の整語問題とかですね。we can see a man in the distance ね。はい。遠くに男の人が見えますっていうのと、jane kept e a n at the distance っていう形で、in の場合は the なのに、at の場合は アであるっていうのがなんだか知らないけど生語問題で出題されるので間違い探しにね、はい、一応しといてください、まあ、上の方は遠くにっていう感じで下の方はこう距離を取るって感じですね少し離れてっていう感じねだからキープと一緒に覚えておいてもいいですけどこういった意味の違いがあるんですけどなぜかそこじゃなくて全知識と監視の関係が出題されますなぜ、はい、さらには皆さんの知っているステーションっていうやつですねこれ立って待つとこですねそこから来たりとかあとは駅だけじゃないですねステーションって他の意味があるの知ってます 配置すするみたいな意味ですね station these p e o p l e o v e r there ですね。この人たちをそこに配置せようっていうふうに使ったりもしますね。他にもステ i シ n a r y ですね。止まったやつですねこう。静止した状態なんていうのでも使ったりしますね。ステ i シ n a r y のこの A の方を E に変えたらあの文房具側になりますね。Can r e m a i n stationary みたいな形でじっと止まっていたままだったなんていうふうに言うこともできます。 で、他にもスタチュースタチューオブ of l チっていうのがあるじゃないですか。自由の女神っ、ね、て、青だと思ってたら緑だったみたいなね、人がよく言えるやつですけど、そう、これも立つですよね。ゾウっていうのは、あゾウつまりあの、オンじゃないですよ。ゾウの方も sta が入っているよね。さらにはスタテ t ックですね。止まってるやつですね。だから静電気、スタテ t ック electricity って言ったりしますよね。そこから来てたりとか。 ステオなんていうのもありますねステオっていうのもそうまだっていうのが有名ですけどじっとしてるっていうですねじっとした状態のことも実はステオなんていうふうに言えることができるわけですよ。ね、こういうふうに止まる系ですね ST 系はすごくたくさん。は <noise> <noise> 実はねたくさんあるんですよ。で 実はこういう風に言うこともできますね一緒に使うこともできる stand still ですねじっと立っているとか stay still ですねはい。じっとしているみたいな感じで同じ仲間を共に使ったりすることもできるわけですねこのじっとしているっていうね still 形容詞のやつもよく出ますのできちんと押さえておきましょうはいこんな感じですね sta ですね実はたくさんの意味があるっていうのが分かったと思いますがまだまだ実は立つって 大事なのでのでこ後もやっていいいきたいと思いますが見てわかると思いますがそうです、ね、令和の寺子屋早稲田宝泉寺という形ですねここにですね CM を置くことできますのでこの早稲田宝泉寺さんの場所を借りて今やっておりますが是非何かしらスポンサーになってでこのチャンネルをサポートしたい方はですね是非お願いいたします皆様のサポートのもとに私たちは成り立っておりますのでこれが実は伏線だったりします はいということでぜひこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。放題が始まりました。さあご健康ザデになりますね。はい今回はタツの二回目ですね。はい安西先生がちょっとタツああ <laughs> タツの二回目になるんですけどもあ。 そう、変わりましたね。この横がね。えー、前回は、あ、見てない方、前回見てくださいね。宝泉寺だったのが、早稲田に強い、早稲田合格塾に変わりました。そうですね。このチャンネルは、早稲田合格塾の平さんの無償のサポートにより成り立っております。スポンサーをね、やりたい方はぜひですね、ここに出したいとか、ここに名前、 出したいっていう方はですね、ぜひぜひ連絡いただければと思いますが、えー、ヘラ、ヒラさんのヘラさんじゃない、ヒラさんが助けてくれるわけなんですけど、さて、助けるって、help 以外になんて言うか知ってますはい、assist. って言いいいますすね聞いたことないですかアシストっていうのはですね、シストっていうのがついてるじゃないですか。そう、前回やったの覚えてます ?st ついてたら立つみたいなね、ステイとかステオとかスタンドとかいっぱいやったと思うんですけど、あ、スタンドって言ってもあれ、オラオラオラ無駄,無駄無駄じゃないですからね。はい。ありありあり、ありベテルチじゃないですね。今回はシストについてやっていきたいと思いますね。こいつもなんか st っぽいのが入ってるじゃないですか。で、あ、 っていうのががですねこれ傍らに立っているっていうことからですねアシスタントだからそれをやってる人アンとやりましたよね人を表したりするよって言ったんですけどアシスタントっていうのはそうです ANT ですね、まあ、だから平さんもアシスタントとしてやってくれているわけなんですよ名刺の他にも助け援助っていうんだったらそうアシスタンスですねそう他にもですね「c o n s 知ってますよこれめっちゃ出るよねこれねまあ 立つとかって言うんですけど非常に使い方間違う人も多いので気をつけないといけませんそう、so, Consist of っていうので覚えますよねこう成り立ってるよんなんていうので覚えると思うんですがこれですね The team consists of people from around the world っていう形で Consist of of を取るよっていうのはよく覚えてる人多いですね。これ本当に大事ですね。もう入試めちゃくちゃよく出るんですけど、これ受動体にしちゃダメだ。そのまま自動詞の consist と of 一緒に使ってください。で、構成するとかっていうので、team っていうのはこれが全体ですね。で、全体があって、で、後ろが people from around the world ですか。世界中から来てる人たちね。はい。という形で、こっちが部分になりますね。 構成要素が来ます。はい。集合が全体。後ろに構成要素っていう形になります。で、これをちゃんと押さえておいてください。で、やっぱこういう時にもね、例文が重要だと思うので、例文だったりとか表現を知っておきましょう。はい。でチームはこうやってなってるよって言って、で、どういう風に厄介かっていうと、例えばこんな風に、The team comprises people from around the world っていう風に、comprise なんていうのと言い換えになったりしますね。 まあこれもともと include みたいな感じなんですけど、まあプライズってこの comprehend と同じなんで、つかむとか理解するっていうんですよね。comprehend あれと同じ語源ですね。掴むから来てるんですけど、それを掴んでるチームはこれを含んでますよっていうのから構成してますよっていう意味です。で、他にも The team is composed of people from around the world なんていうふうに言うことができます。はい。こいつは be composed of ほら、ややこしいですね。同じような根から始まってるやつなのに、取る形が全部違うっていうやつですね。consist は consist of comprise はそのまま comprise で、 Be composed of っていうのは B 同士足す過去分詞の形になるので非常にややこしいんですよ。だからこれがごっちゃになってしまうのでちゃんとこうやって覚えておかなきゃいけません。実はこれネイティブスピーカーにとってもややこしいです。結構多くのネイティブがですね、The team is comprised of people from around the world って言っちゃいます。これ本当は間違いなんですけど、間違いが定着しちゃってます。 という感じですね主語に全体が来て後ろに部分構成要素が来るやつってこういう形をとります。でさらにすごく間違いが多いのがですねこれこれがねもうめちゃめちゃ絵作文で何回も罰しなきゃいけないので今日ぜひ覚えてってください。あるって覚えちゃってるので、ね、みんなですね。 あるって覚えると存在するって意味だと思っちゃうんですけどこれ存在するっていう意味ではありませんまあ、確かにこういう文ですね Happiness consists in contentment っていうのはあ、コンテンツメントわかりますかコンテンツって満足するなのでその満足っていうところに幸せっていうのはあるんだよっていう意味なんですけどもこれで実はこれの元になりた てるみたいな時にしか使わないのでだから満足のもとに幸せっていうのは成り立っている満足のもとに幸福っていうのは成り立ってるんだよっていうそういう時に使うやつです。だから存在するっていう意味ではないのでだから英作文で存在するっていう意味で書いてきちゃう人がすごくいっぱいいるわけですね。どういういことかっって言ったら My friends consist in アワークラスルームとかね、わけのわかんない、そこにいますって意味で使ってきたりするわけですね。そういう意味ではありません。友達は教室のもとに成り立っているとか、意味わかんないですから、そんな風には使えないんですけど、バンバンそういうのが絵作文に出てきちゃうので厄介です。覚えておきましょうね。これ、そのもとに成り立ってるみたいなんですね、意味です。 はい、次ですね、consistent っていうのも見たことあるんじゃないですか、シストが入っているわけなんですが、まあ、今にはですね、ずっとっていう意味もあるんでそう、ずっと立ってるよ、だから一貫してるよっていう風に言ったりしますね。他にも、exist、はい、なんていうのもありますね。はい、X はもう覚えてますね。そう、外を表すんでしたよね。だから、こう外に出てくるって感じですね。いなかったものがこう、ですね、存在しているみたいな、そういうことです。はい え他にも insist ですね。まあ、自分の,その立場を、ね、こう主張する感じなんですけど、in ってまあ中だけじゃなくて、そっちの方向にとかっていう意味もあるのでえ、そっちの方向に自分の立場を言うみたいな感じですね。Uh, can i n s i s t on paying for the meal ですね。私が払うよ、ね。あなた払わなくていいよっていう感じね。<All> right, で、insist on ing っていうふうに思いますよね。insist on ing。で、さらには、can i n s i s t that j a n e pay for the meal ですね。jen お前払えよい。 っていうですね要求するってやつですこれ主張するっていうよりもこれやれっていう意味ですね。はい、でやんなさいっていう意味をプロポーズとかスジェストとかですね多分ディマンドとかいろいろ覚えても require request とか覚えてる人おると思うんですけどその場合ってざっと説の中の動詞「原形」になるってやつねこれ「家庭法現在」ってやつですね。そううやんなさいいよっていう意味の時には はい。その場合には原型にするっていうのを知っておいてください。で、こうやってやれば、家庭法現在の動詞ってまらんきしなくていいですから、楽ですよ。それに対して、gen insisted that j a n was right っていうふうに、主張するっていう意味でですね、普通訳される場合っていうのは、ならないから。 家庭法現在にだから家庭法現在のところに命令、主張、要求とかって覚える人結構いるんですけど主張っていうよりはこれは要求の意味だと思っておいた方がいいですよ主張っていうのはただ自分の立場を述べるだけでやれっていう意味の時に原型になりますだから国会の場合っていうのはあジェーンが正しいと主張しました言いましたっていうだけなんで、ね、ジェーンお前正しくなれっていう意味じゃないですからねだからそういう場合は普通に過去形で使うんですよだからこれ家庭法現在になる時とならない時あるのでインセストって気をつけて t h r e さあで persist ですねはい part っていうのにもずっとっていう意味がありますねだからほらパーマって言うじゃないですかパーマですね the permanent とこれずっとって意味ですね perpetual なんて難しい単語もありますね永久のですねそうだからパーマってあのくるくるって意味だと思ってるんですけどそのくるくるパーあくるくるパー じゃないです、クルクルっていう意味じゃないです。そうじゃなくて、あれっていうのはずっと続くっていう意味です。だからクルクルがずっと続く。だってストレートパーマってどういう意味だよね。ストレートがクルクルって意味わかんないでしょ。そういういことですね。ストレートがずっと続くってこと。だから、Persist っていうのはずっとその立場を保っているよってことですね。だから、Ken persisted in asking for Jan's number、ね。これもこれずっと立ってるわけですよね。おはようございます。Persist in ing って覚える人もいると思うんですけど。 ここですね。ask for 求めるですから、ジェーンの教えて、で、番号教えてってことですね。で、ずっとやり続けてるってことですね。えー、他にも resist なんて言いますね。これは resistant とかさ、resistance とかさ、習わないですかはい。re っていうのが、これが反対側ですね。だから反対側に立つから抵抗するってやつですね。じゃあ、jen resisted given Ken h a r number とかっていうのは、resist ing っていうね、覚えてる人も多いとは思うんですけど、そうですね。 県に番号をを渡すっていうのを拒んだわけねで、で Refuse とか Decline は t フティッシュておりますので,で Refuse to give Ken Hard number とか Decline to give Ken Hard number みたいな形になりますのでここも狙われたりすることがあるので厄介ですね。ということでやっぱりね、立つっていうのから来てるのはたくさんあるんですよ。で、レベルがあるかと Substitute なんていうのがありますね。ここにもね、下に立つっていうのから来てて で、来てるんですかそうです。だ代用するとか変えるっていう風にね、習ってる人も多いと思うんですが、厄介です。結構レベル高いんで、これね。どう高いのかって言ったらですね、実は2つあるんですよ。can substitute butter with margarine っていう形と、can substitute a margarine for butter っていう形で、2つの形を持ってるんですね。で、 ま、上の方がネイティブ使うことは多いと思うんですけど、下の方が入試だと出ることは多い気がするので、こう覚えとかなきゃいけません。で、どういうことなのかって言ったらですね、上の方はですね、replace と同じような感じです。交換する的な意味です。全く同じ意味ではないですけど、replace に近くて、バターさんをマーガリンで代用するってことですね。だバターさんがありませんよってことです。バターがないので、マーガリンを使います。 ということですで、まあ、一応分かりやすくこっちまあ Q としておきますねあ。1日じゃないですかね。Q、として、で、芯としておきますね。一応交換するものとして、バターさん使ってたんだけど、バターさんがありません。それをマーガリンで代用しますよ。だからマーガリンの方を使うんです。それに対して、can s u b s t i t u t e margarine for butter っていうのはですね、こっち、マーガリン、使うものですね。っていうふうに逆になるんですね、これね。 だから厄介です。下の方は、ユーズに近いっていう風に言われるんですね。代用するってうですね、マーガリンを使います。フォーを取ってる場合は、それを使いますって意味です。with を取ってる場合っていうのは、こっちを使うんです。だから厄介ですね。こっちが新しいものなんですよ。だから上の方は、ウィズの時は、replace A withB と同じ。下の方は、use a for b と同じ形になるんですね。厄介でしょ。はい、<laughs> マーガリン。何でしたっけ、ちょっとそこの角をマーガリンとかってありましたよね。 さあ institute、ですね、はい institute、これも「立つ」から来てますね。はい、こう設立するとかっていうね「因」は先ほども言いましたけどどこどこの方向にってやつですから、はい、これを立てますよ作りますよっていうので「institute」で名詞で使って何かの会みたいなね学会的なものも言うし、えー、あとは「institution」っていう形で言うことも多いですね。で「uh, can institute a new system? 新しいシステムを作りました設立しましたよ」っていうふうに使ったりしますね。 さらには constitute なんていうのでも使ったりすることがありますね。知ってますこの3が。ここにも di。ここにも隠れてますね。これも実は立つっていうので、で、構成するとかっていうので、ほら、さっきあった consist of とかとも実は繋がるんですよ、ここからね。the plan constitutes. 3キーポイン s みたいな感じでプランがあってその中で3つのポイントが含まれてますよ3つのポイントがありますよなんていうのでも使ったりすることができるわけですねで他にもね constitute っていうのは何パーセントとかっていうのに出てきたりすることがあります何何 constitute10% みたいな形で10%ですよみたいな形で登場することもありますし何関大では結構ねこういうのも空欄になって出てきたりすることもあるのでまあその辞書によって B 動詞の硬い版とかって書かれたりもねしてるんですけどでこれらも 知ってておいてくださいで何々パーセントっていうのを後ろに取るやつとしてコンステキュートの他に何とかを占めるだったら知らないですか10%を占めるっていった場合アカウント4なんていうのがあるので。 これはぜひとも覚えておきたいですね。まあこれカウント入ってるんで覚えやすいですね。数なんで、えー、数がそこまでいってるってです。そうだ、閉めるって言うとオオキパイって言いたくなっちゃうんで、日本語だとオキュパイ10%とかって言いたくなるんですが、あんまり言わないですね、普通は。なんでアカウントフォルト10%とかっていうので覚えておくことをお勧めしますね。そうだ、グラフを使う。まあ特に円グラフってやつですね。円グラフを がこううあっってて何パーセントでですすすいうのを表す時ですねそういう時に使える表現です。だからきっとね多くの人っていうのは何々 is10% とか、ね、ざーっと書くと思うんですけどそこでね一人だけ何とか constitutes10% とか何々 accounts for 10%とかって書くことができたらお 素晴らしいすごいじゃないってなるじゃないですか。まあこれ ILT とかではね基本なんですけどライティングでは絶対にできなきゃいけないところなんですけど t i p っていう試験でもねこういうの実は使えたりするんでまあ自分自身必ず何パーセントって表す時に全部動詞を変えるっていうふうにしているのでまあいろんな表現も分かっていけるんじゃないかなと思うんですね。はい。ということでどうだったでしょうか。今回はですね結構使い方を重視しましたね。そう ST のキャラクターいっぱいあったと思うんですけどああなるほど立つから来てるんだっていうので分かった人も多いとは思う 思うんですけどそれだけじゃなくてですねこういう風に使うんだっていうのが結構分かったんじゃないかなと思いますねそう語法中心にやっていきましたのではい、まあ、この語法に関するものはね結構語法も多くてあ、間違いの方の語法ですよはい、<laughs> 日本語をただただ英語に置き換えちゃってるっていうのが原因で書くときに全然うまくいかないっていうのがあったりしますのできちんとですね語法の方まで分かっていきながらちゃんとやっていきましょう <laughs> はいぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします では始まりました。さあ、語源講座に行きたいと思いますね。まあ、語源講座、これ、は一区切りっていう形にはなるんですけども、今回はですね、何をやるのかっていうと、まあ、皆様のサポートのおかげで本当に成り立っておりますので、非常にありがたいんですけども、そうです。今回はそのサポートのポートって一体何ポートは実は運ぶっていうものからできているので、そこを紹介していきたいと思います。はい、それでは、運ぶ。 やつですけど運ぶっていうのはですね非常に多くの単語に入っているのでまあ語源に関して教える人だったりとか語源の本だったりとかでも一番最初に載ってることが非常に多いんですけどダポーっていうですねでポートって言ったらそう港っていうのが有名ですねまあなポートとかっていうのもあると思うんですけどあそこからロポート知らない人に今何のことやらわかないですねで、ね、運ぶとかえ港 っていうですね、やっぱその船系のものっていうですねやっぱ船っていうのは欠かせないものだったわけですよね旅にはねなんでたくさんあるんですねで例えばそう in 中 import だったら輸入するですね中に入ってくるものですね import って言ってアクセント変われば輸入品輸入っていう名詞になりますねで逆 in の逆やりましたよね覚えてますね export で「すねねもう覚えました、ね、この辺でエクスポート」っていう風にアクセント変われば「輸出」「輸出品」なんていう風になりますし「ディポット、ね」ちょっとレベルの高い単語ですけど「知ってます?」これですね「ディ」はまあ話すみたいな感じの意味ですけど「ディポッティション」とかっていうので出てきたりしますね「ね国外追放」ですねそう「外にこう運んで話しちゃうわけですね」っていうので出てきたりとか他にも「report、はい」ポートなんていうのがありますね まあ報告するなんていうね。そっちが戻っていくわけですね。そっち側からこう。 てやるっていうのポートなんですけどただね、一個注意しなきゃいけないのがあるので、知っといてください。これね、トイックとかでね、出てくる表現なんですけど、若干ね、大学入試の長文中にも出てくるんですけど、だいた500されてます。間違ったくになってるんですけど、こういうのなんですね。テンってこれどういう意味だと思います、まあ、もちろん報告するって可能性もあるんですね。県は j に報告するって可能性もあるんですけど、その報告する立場なんで、これ、 県はジェーンの下で働いてるっていう意味ですね。県はジェーンの元で働いていますよっていう意味になるので、そう、直属するとかって訳されたりする動きもあるぐらいですね。結構ですね、これが大学受験の長文になってると、過去問載ってる本とかだと、誤訳されてます。報告するって書いてあるんですけど、実はその下で働くっていう意味もあったりします。 で、他にもサポート。そう。これがですね、皆様のサポート。サップは下ですね。サブとかサップは下です。皆さんが下からこう私をね、運んでくれておりますので、それによってこれは成り立つわけですね。他にもですね、transport とか transport ですね。これも運ぶ trans ですね。こう越えてとか運ぶときによく使うやつ。 だから、何かを運ぶとか、輸送。名詞だったら輸送ですね。まあ、アメリカ英語だったら、名詞の場合は transportation っていう風に言いますね。これがついてます。で、ただこれ、不可算名詞だっていうのが大事ですね。輸送とか輸送機関。public transportation っていうね、バスとかトレ i n ですね。電車なんかのことを言うんですけど、それはバストレ n s みたいな形で複数にできるじゃないですか。でも、transportation できないんですよ。だから、public transportation ずって書いちゃう間違いが非常に多いので、気をつけてください。 で、意外なのがこれですね、スポーツっていうですねそう、スポーツっていうのも実は来てるんですよ。えー、なんで運ぶなのっていうとですね、えー、もともとディスポーツっていうですね、これもディスは離れるなんですけど、気晴らしをするっていうですね、そう、運んでって気分の良くないものから離してくれるっていうとこから来て、で、そのディの音が消失して、スポーツっていうですね、気晴らしっていうのから、実はスポーツね、そう、だからスポーツって気晴らしだったんですよ。今やもうね、死ぬ気で戦ってドーピングまでする人いますけど、そういうものだったんですよ。 で、他にも、後ろにくっつけてやれば、はい、ポーラボですね。a b っていうのはできるってことですから、はいね、持ち運ぶことができますよ、ポーラボ CD プレイヤーとかね、MD プレイヤーとかっていうのがあります。MD 通じないですからね、皆さん気をつけてください。日本、韓国ぐらいじゃないですかね、MD っていうのがあったのは。え、今もうわからない。はい。<laughs> あとは、オプチュニリーなんていう単語がありますね。実はこれも見てわかると思いますが、ここにほら、ポートが入ってますよね。そう、実はこれですね。オップっていうのはオブとかと同じですね、そっちにみたいなことを表すので、イメージとしてはですね、はい、YouTube なんで私絵描かなくていいんですけど、本当は。これ、船です、どう見ても。<laughs> で、まあ、ここにあなたが行きたいですね、島があったとしますね。これ、木ですよ。 島があったとしたら、そっちの方向に風が吹いてる、ね、やったー、風吹いてる時どっち向くんだろうこれ。<laughs> けど、ね、はい、そっちの方向に風が吹いてるラッキーいい気。 機だっっていうそういうううそ意味ですこっから、来てるので、ね、だからオプチュニティって、チャンスっていい意味とは限らないですけど、オプチュニティって基本的にいい意味で使うのはそういうことなんですよね。やったー島に着けるよってことですね。いい風が吹いてる、ね。私たちが風が運んでくれるあっち側にっていう意味です。そこからいい機会。これありますね。ビジネスオプチュニティーズとかっていうのもありますね。これね、ビジネスチャンスって日本語で言うので、言わないですので間違えないでください。ビジネスオプチュニティーズっていう風に言いますので、はい、アタックチャンスみたいなね。ね でえ、他にもポーラーをなんていう単語がありますね。これ、入り口っていう意味ですね。知ってますそこをこう、運んでくれるところで。だから日本だとポータルサイトとかっていうと思うんですね。ポータルサイトって一番最初にこう、ブラウザー開くときに、Google とか Yahoo とかの人が日本だと多いと思うんですけど、そこが入り口になって、他のサイトに行ったりとか、まあ、ニュース見たり天気見たりとかね。っていうのはそこです。入り口となってるからなんですね、実はね。はい。パスポート。 そうですねパスですから通れるっていうわけですよだ港に行ってはい OK ですよこれやるからあなた通っていいですよっていうふうになってるわけですねでさらには意外なことにですね P と F は兄弟であるっていうのはやりましたよねだから FAR っていうのとくっつくんですねこの POR っていうのはそうするとフェリーってねそうフェリーって実はそうなんですよ同じなんですよこれ仲間だったんですねとかフェアー 運賃っていうやつですよね。だからこれも移動するときに払うやつじゃないですかっていうのも来てるし、えー、フェア r e w さよならってやつですね。フェア e w e l ー p とかね、お別れ会とかっていうので言ったりしてますけど、それもそうです。こうね、いい形で行ってくださいねっていうことですね。フェア e w で、で、逆にすると、ワ e フェア っていう,ふうにいます、ね、で、Welfare の場合は幸福とか生活保護っていう意味もありますね。国によってね、ちょっと使い方が違ったりするんですけど、こういうふうに、これもだからうまくやっていくっていうんですね。でも、f a r e ェアェと Welfare では意味が違うので、f a r e ェ e はさよならに対してですね、Welfare っていうのは、いい幸福とか、うまくやるための生活保護とかっていう意味になるので、この辺もですね、間違いやすいので、気をつけないといけません。 他にもですね、differ ですね、異なるっていうのも d は話すでしたよね。話すですよ。話して運ぶわけですね。だから,ら区別するわけです。え r マー r i ン、e また出てきた。マー i n ン differs from butter i n its taste っていう形ですね。えー、マーガリンっていうのはバターとは違います。で、differ from、ほら、different from でね、多分覚えてる人多いと思うんですけど、ここだけじゃなくて in もちゃんとしておいてね、この点で違うってことです。はい。マーガリンとバターっていうのは味の点で違う。 まあ他の点でも違うと思うんですけどなんか油とかいろいろ違いはあると思うんですけどこういうふうに from だけじゃなくて in t も覚えておきましょうそして offer ですねはい offer するっていうのは o f f は of opportunity のさっきのやつと同じですねそっちの方向に運んであげるですねそっちに渡すよっていうことですねとか suffer 苦しむ sub は下ですね sub と同じですからこう下から持って苦しなんか悲しいですねサポートの場合はなんかすごくいい意味なのに suffer の場合は苦しい ですねはい、同じような語源なのに全然違う意味はい「can a suffering from pain」とかね痛みに苦しんでるみたいなね「from」と一緒にね覚えてる人も多いんじゃないかなと思いますねで他にも「infar」ですねはい推測するなんていう風に覚えると思いますけど「can infer the meaning from the text ね」ね、はい、今中だったりとかどこかにっていう意味ですよねその意味っていうのを持ってくるよってことから「推測する」っていう意味になりますでここで知っておきたいのはですねこいつら アクセントの位置が違うっていうのを知っておいてください。そう、気づきました。F2 個の場合って前にアクセントきますので、だ offer と suffer は覚えてる人多いのに、これ defer って発音しちゃう人が多いので、defer 意味違っちゃいますから、defer なんで違うだけにね。なんで、ちゃんと知っておいてください。F2 個っていうので覚えておくと、これ間違えないですから、もうね。え他には refer。はい、こいつは F2 個じゃないから後ろですね。refer。参照する。ね、ほら、また見るわけじゃないですか。 can refer to the manual という形で、refer to ってね、to と一緒に覚えますよね。こういうふうに言ったりとか、referee ですね、はい、referee ですね、referee とかっていうのもそうですね、参照相手じゃないですか。 あとは、レフェレンダムっていうのがあったりしますね。国民が選挙したりするやつじゃないですか。国民投票とかって言われるやつですか。そうです。報告されるべきことっていうとこから実は来てますね。例えば、ほら、ブレクゼットレフェレンダムとかね。ブレイトンがエグゼット出ていくか外にってやつですけど、まク、あ、X は外、It は進むなんですけど、それとブレイトンが合体してるわけですけど、ね、だからイギリスっていうのが EU から出ていくかのその国民投票。ブレクゼットレフェレンダムとかね。で、他にもえこっちの方が いいいよ、プリは前ですね。これと2つあったらこっちの方がいいってね自分が欲しいものを前に置くってですね Jane preferred Ken to JohnJane は John よりも Ken の方がいいっていう風にしてで,で o を取る A to D っていう風に覚えてる人が多いと思いますただ実際の英語ではかなり Over が使われることが多いですね Jen preferred Ken over John みたいな形で Over ともよく使う表現です Transfer、はい、これも超えるでしたねさっきやりました「超えて運ぶ」っていうので「Canberts t r a n s f e r r e to our new branch」新しい死者支点ですねこれね木の枝から来てますけどその支点に移動になりましたよっていうんですねこれまあトランスフォー r なんていうのはいろいろ使ったりしますよね乗り換えの時とかも使ったりする表現ですね。 で、実はこの bear とも同じですかこの far っていうのはね、生むとか耐えるっていうのと、えー、実は繋がってたりするんですよ。far bear。似てますね。ゲルマン系ではそういうのと繋がったりするし、I can't bury it. 耐えられないよっていう風になるわけですね。ほら、前回の I can't stand it と繋がりましたね。こいつも我慢できない。使ったりするわけですね。はい。こんな感じですね。立つと繋がりましたね。2個前か。2個前の立つと繋がりましたね。 はい。他にも、バーデン、積みに。で、こうやって、重荷になっちゃうよっていうのも、実は、ここから来てたりするわけですね。はい。はい。こんな形ですね。やっぱり、様々な単語っていうのはね、様々なものと、繋がることができますので、こういった形でですね、いろんな表現を覚えていってください。まあ、一応、これでね、えー、語源講座一区切りですけど、またね、人気があれば、当然、語源なんていうのは、山ほどあるわけですから、紹介できるものはたくさんありますから、でそちらも、戻ってきて、絶対、もう一回やってくださいよっていうのがあるんだったら、えー、私のバーデンにならないぐらいだったら、 ろうと思いますのでぜひぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。